こんにちは。ということで、物減らし相談会 with 小野ちゃんさんです。はい、初めまして。あ、はい、お久しぶりつです。られて星座。お久しぶりで お久す。し2ぶりで年ぶす。り、よろしくお願いします。2年ぶりということで、実は僕の YouTube チャンネルにも過去ルームツアーをさせてもらった動画が、まあ、2年前くらいに上がっていて、でその時の部屋とは実は違います。まあ、後ろに畳の部屋があって、似てるは似てるんだけど、まあ、実は僕たち同じ福岡県で生活してて、で多分前2年前にいた時はお子さん2人と、で小野ちゃんさんとでっていう、こう子持ちのミニマリストさんっていうので紹介して、でその時は宮崎住んでたんですよね、そうです。宮崎から。宮崎に。でここに引っ越してきて、で今回ちょっと新居をね、ルームツアーで見せてもらって、で結構まあ、ミニマリスト目指してる人で、結構パートナーがいてとか子供がいてとか、やっぱりこう自分以外の、人がいるとなかなか減らしづらいよみたいなところで結構お悩みもらうことが多いんですけど、そうそう。っていう中でも、小野ちゃんさんはちゃんとお子さん2人子育てして、このまっさら何もないミニマリスト部屋で、しかもね、物が少ないだけじゃなくて、なんかちゃんと物選びとかもそうだし、なんかね、一個一個インテリアとか、なんかね、空間もそうだし、ファッションもそうだし、まあ、なんか小野ちゃんさん実は YouTube チャンネルやってて、まあ、気になった方はぜひ概要欄のリンクから小野ちゃんさんの YouTube チャンネルがあるんで見てほしい。多分子供がいる方はすごい参考になるっていうので、ちなみにあともう100人ぐらいで11万万人。人、1万人いったらウーバーイーツ食べる回す 食るべる、あ、うまく食 べたすいるんな。で、生配信でするんで、都会によろ引っしくお越し、願いします。都会に引っ越して帰るようになったんですね。前の家はね、なかったんですよ。 ウーなバーるできなかっほど。た。っていうので、お子さんと食べながらなんか配信ぜするらしいんで、あと100人ちょっとぜひ概要ひ欄から登録していただけおる願いしとま嬉しいっていうので、そうそう、小野ちゃんさんはちょっと喋るのも上手だから、そうそうそう、生配信でちょっとやってるっていう感じ。なので今からちょっとルームツアーして、でお子さんのね、おもちゃの部屋とかも見せてもらってとか、もう家くまなく見せてもらった後に、まあ、質疑応答で、まあ、ちょっと僕ら2人でコメント読みながら質問を返すみたいな感じで、でね、なんか小野ちゃんさん曰く、その子供がいる部屋はなんか初公開らしく、あんまりちょっとしか見せたことない写真ぐらいでしか。そうそう、ちゃんとちょっと動画でお見せするんで、ぜひぜひお部屋に関する質問があれば聞いてくださいっていう感じで、じゃあ早速ちょっと僕がカメラマンに、あ、そう、じゃあ改めて、じゃあ小野ちゃんさんの方からもちょっと自己紹介というか、これだけ言っときたいみたいなこと。小野と申します。はい、よかったら3なしで今日。ああ、じゃあ小野ちゃん でいやっきます。た。 はい。よろしくお願いします。私はそれこそ、だから渋さんの動画を見てがっつり物を減らした人で、3年前に動画に衝撃を受けて、3ヶ月ぐらいで物を一気に減らして、そこから発信を始めたという感じで、もう今2年、YouTube 始めて2年3ヶ月ぐらいです。で、まあ普段はインスタと YouTube とボイシーで発信をしています。で、子供が2人で3人暮らしそう。ですかな。あ、すごい。そんな、しかも3ヶ月っておっしゃってましたけど、じゃあ結構短期間でミニマリストになったというか、逆にそれ以前はなんかこう物を片付けられない人だったのか、どんな感じだったんですか？そこまで物は多くなかったんですけど、なんか何でしょうね、まあ普通よりもちょっと少なめかな、割と執着がないというかタイプでした。あと結構前に佐々木文夫さんだっはけい、僕たを、ちにもう物は必要ないの著者の方ですね。あの方を知って若干減らしてた 上で見て YouTube を。うわってなって、そっから、ここまではさすがにと思いながら減らしてたら減ったっていそう、もう僕と変わらないくらい床仙う。人的ながらんとした空間で、もお子さん2人いて、で小野ちゃんさん自身の、まあ、服とか持ち物もそうだし、何より素晴らしいのはですね、お子さんも結構ちゃんと片付けますよね。そうですそうそう、ね、言えば。なんか結構ね、子供がいるからミニマリストできない、家が片付かないって人多いと思うんですけど、結構僕見てるとですね、子供が片付けないのは結構親御さん自身が片付けてないからとか散らかしてたり、なんか結構ね、みんな、まあ子供に限らずなんですけど、
パートナーが物を減らしてくれない、子供が片付けてくれないっていう人に限ってね、自分がちゃんと減らし終えてなかったりするんですよ、うん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 、自分が片付かないのはなんかこう子供親のせいにしてる人結構多いんですけど、うん、そもそも自分が徹底的に片付けてたら結構ね周りも影響してくれるというか、うん、あね、小野ちゃんさんの子供って勝手に今当然お子さんなんで小学校1年生3年生でしたっけ、うん、1年3年遊んで散らかすけど、その後ちゃんと片付けますもんね。うん、まあ日によりますけど、うん、まあ、毎日一応片付けてから遊べとか、うん、ご飯食べろとか言ってます。うん、そうそう、うん、ちゃんと終わらせてから。そうそうそう、だから小野ちゃんさんの、まあ、子育ての方針もそうだし、やっぱこの家で生活してたら散らかってるの気持ち悪いですもん。うん、子供もちゃんと片付けるようになるんだなっていうのは、そうそう思いました、小野ちゃんさん見てて。はい。やったね。っていう感じで、じゃあ早速ちょっと僕カメラマンに回るんで、うん、ルームツアーさせていただきますね。いい、これ咳払いしたらうるさいかしらね。あ、いや大丈夫です、触らなければ大丈夫です。わかりました、はい、ちょっと喉の調子が。じゃあどこから行きますか。あ、じゃあ早速一応リビングから、うん、はい、うん、って感じで僕カメラマンに回って小野ちゃんさんにこの部屋を紹介していただこうと思うんですけど、うん、まあ、まず部屋のリビングはこんな感じで、まあ洋室と和室がつながってるっていう、うん、あ、ここぶち抜いたんですよ。でも前と同じで襖外してたんですけど、前の家、うんうん、ここに4枚多分ついてて、うんうん、4枚かな、ついてて外してます。ここも外してる、うんうん、ここはつけっぱなし。じゃあもう1枚つながるような感じの、うん、こっちの方が奥行きで気持ちいいです、うん、そうなんです。なんか外し癖があって高校生の時から、うんうん、ちなみにここ天井を見ると、うん、我が家と同じポップインアラジンが実はついてるっていう。ついてる。こうだからね、何もないように見えて実はプロジェクターもついたりしてるので、うん、じゃあちょっと一旦ここもこんな、そうですね、はい、一応なので、そうですね、じゃあまず洋室の方を見るとこういう風になっております。で、あそこにラグがあります。これはあれですかね、電気カーペット、あったかくなるやつ、ホットカーペット、冬だけ、うんうん、冬場はここで、うん、多分温まりながらおそらく上のポップインアラジンで映像を見てるっていうような感じ。そうそうそう。ちなみになんか今つけれたりします。つくと思いますよ。はい、ついた、電気がついた。そうです。なんでシーリングライト兼プロジェクター、まあ、これで映像を見たり時計出せるっていう、うん、っていう感じで、まあ、またついたらちょっと突っ込みます、ね、うん、で、まあ、こっちにはい、キッチンがありますと。すごい、なんかキッチンの真ん中におしゃれな椅子がある。ああ、これか、はい、これ無印。あ、無印商品なんだ。そう、これリスナーさんから譲ってもらったんですけど、うんうん、無印のやつです。おお、ここに椅子があって、うん、まあ、ここで使ったり多分ここに持ってきたりとか、うん、なるほど。なんか、こことうんうん、こっちに持ってってそこでパソコンしたりとか。ああ、なるほど。します。でね、机にして、ま、なるほどなるほど、うん、っていうので、このね、洋室と和室がつながってて、こっち押し入れがあるんですけど、押し入れなんもな、なんもない。そう、なんもないけど、まあちゃんとお布団とで服が吊るしてあると、うん、で、まあ、一応プロジェクターがついたんで、まあ、こんな感じで実は今12時10分ということで、うん、じゃあこれつけっぱなしにしときましょうかね、うんうん、はい、ここから映像も見れますと。広い、何畳なんだろうというコメントがあるんですけど、多分こっちが8で、はい、こっちがまあ6ですよね、6枚だから、うんうん、だから8、6かな、8畳と6畳合わせて、まあ14畳くらいの部屋に見えるっていう感じですね、うんうん、はい、理想だわとか、カビと無縁の部屋みたいな確かに、まあ、生えないね。確かに、うん、まあ、押し入れもっとみんなぎゅうぎゅうに詰めると思うんですけど、もう何も置いてないから通気性めっちゃいいというか、うんうん、はい、あ、じゃああそこにちょっと椅子持ってきてもらっていいですか。あ、これ、ね、その使い方面白いなと思って、まあ、シンプルにここにまずお子さんの布団があったりとかもそうだし、一応ここにも、そうですね、家族3人、小野ちゃんと子供2人なので、もうここで寝るんですよ、うんうん、あ、ここ子供がここで、小野ちゃんさんのがこれ、うん、いや、これ掛け布団。あ、掛け布団か、うん、はいはい、敷布団2つで、で3人、うんうん、なるほどねなんですよ。冬はちょっとね、あげられないので、もうここなんですけど、うんうん、うん、っていうので椅子がこういう風に、そうそうそう、めっちゃいい。でここでパソコンするんです。あ、本当パソコンがあります。ありますよ、ここに、はい、こっちかあっちでやります。こう開き、でこんな風に
ソコン開いて、まあ、ここでご飯食ったりもできますね。しますします、うんうん、しますよね。しますします。いや、この使い方いいな。僕もなんか押し入れ部屋の真ん中にあったらここテーブルにしたい。そう、足が入るから、うん、確かにいいんですよ。いい、ね、うん、でその無印の、ね、椅子がこの押し入れと和室に合うんだよな。よかった。素晴らしい。でその机の上がちょっと気になったんですけど、うん、まあ、まずねパソコンが置いてあったり、まあ、充電ケーブルとかが置いてあったり、うんうん、で面白いなと思ったのがその上にクローゼットが、そうそう、これ今ちょっと僕の服が1個ダウンジャケットかかってはいるんですけど、わかるかな、うん、まあ、これはちょっと僕の服だから普段なくて、これ、いや、これすごくない？これ僕ちょっとこの家に来て一番最初にあのびっくりしたのが、あそこにクローゼット兼あの突っ張り棒がね、そうそう、数百円ですよこれ1個ね。しかもなんかちょっとこれ、うん、はい、こんな感じでこの押し入れのここに、うん、ね、多分これ100均とかですか、うん、数百円とか、うん、ホームセンターで多分300、400円ぐらいのやつです。買えるすっごいちっちゃい、うん、あの突っ張り棒なんですけど、うん、ここに挟むんだと思って、うん、そっちにもつけてたんですよこの間まで、うんうん、減ったからこっちだけにしたんですけど、はい、落ちるかなと思って、なんか、うん、ね、ここにあれ覚えてます、はい、引き出しちゃったの。ああ、確かに衣装ケースもありますよ。ここに衣装ケースなくなってる。8個あったんですよ。そう、それをなんか今着る服だけ出しとけばいいのに、はい、なんか箱に入れる必要ないなと思って全部なくして、はい、であっちに移動したのと、今着る服はここみたいな。え、小野ちゃんさんの服そこだけですか？うん、あと多分あの若干冬のアウターとかは後でお見せする玄関に、そう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 、まあ数着なんか 1,2 着かかってるだけで、それ以外は全部そこですか？そう、はい、季節外がそこにあって、うんうん、子供の季節外と私の季節外の服、夏服とか、お子さんのも入れてあるだけ？ あります。そう、はい、でここが、はい、これ同じのが2着ですよ、うんうん、でこっちはもう冠婚葬祭のやつ、はい、観光総裁入ってんのそこに。そう、観光総裁のこれかけとかないと、はい、ね、あのシワシワになっちゃうんで、これはここ、ね、だからこれだけですね今着るの。あ、じゃあ冬に着る定番の私服2着と、うんうん、セットアップみたいなものと、うんうんうん、観光総裁が吊るしてるだけ、うんうんうん、そうそう、なるほど、いいですね、うん、基本2着ずつだから、はい、うん、っていうので、あとね下着ケースみたいなのも多分、あ、これね、これね、下着じゃないんですよ、小物入ってるんですよ、同じですよね。あ、そうですね、あの我が家と同じつるす収納で、無印良品のそういうつるす収納ケースみたいなのがあって、うん、そこになんか小物が入ってます、ごちゃごちゃしてるけど、うんうん、多分あれですね、充電ケーブルとか、そう、日用品、まあ、ここで使うようなものを多分置いてるのかな、うん、そう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 、なんか置く場所ねえなと思ってこれもらったんで、うんうん、これでいいや、これで収納足りるやん確かにいらんかったやんあれみたいな、ね、そうそう、だからね、あの初めて見る人は気づい、あ、そうですね、実は概要欄にも2年前のルームツアー貼ってあるんですけど、うん、その時にも似たようなあの押し入れがあって、下の部分全部衣装ケースが多分ね8段くらい、そう、横4つかける 2段みたいな、下全部埋まってたんですけど衣装ケースで、まあ、それはそれで同じ無印良品の衣装ケースがね並べてあってすっきりしてあったんですけど、なくなってますもんね、うん、そう、見せますか、はい、これね、あ、これ、うん、こんな感じ、こんな感じで衣装ケースがあったんですよ。そう、あったんですよ、はい、全部使ってたんですよ、しかも、うんうん、あれ、これでも入れなくていけるなって気づいて、どんどん減らしてゼロになりました。おお、めっちゃ楽になりました掃除で、そう、今これですもんねそう、ないっていうので、いけた、進化してますね、うん、はい、っていう感じで、はい、他になんかここ紹介したいみたいなのあります？この、あり、ここで変で、あ、なんだろう、あるある、これこれこれ、あの、びっくりしたのが、実はそのここ、これあのここ掛け布団らしいんですけど、そう、まあ、要はこっちが布団、こっち掛け布団で、ここにお猿のジョージと、うん、なんか、はい、人形が、これ多分あれですか、小学生のお子さん2人いるんで、そう、ここになんか常にこっちの部屋のどこかに寝かせとけみたいな感じの命令をされて、はい、なんか寝る時とかいつもその娘がこう並べて寝るんですよ、はい、で私も学校行った後に片付ける時は、じゃあ並べとくかみたいな感じで、じゃあやっとくかみたいな、これ私がやりました。でもいつもこの状態にしないと嫌みたい
じゃあここに絶対に置いときたいんだ。うん、どっから辺どっかにこう置きたいらしい。向こうじゃダメらしい。一緒に寝たいんですね、ここ。そうそうそう。あっちでいいじゃん、いい寝るんだからっていう。うんうん、いや、ダメ。ダメだって。っていうので、じゃあここは家族3人とお人形、まあのお部屋みたいな。うん、1、2、3、4、5、6体。人形、じゃあ人間3人と人形6体、うん、計9人の寝室です。です。はい。っていう風にここはなっておりますと、ちなみになんかここに置いてるものって、例えば、うん、例えば夏物とか季節物の服もあると思うんですけど、他に置いてあるものって何ですか？うん、そう、ですね、こっちは、はい、ほぼ防災グッズ。防災か。防災グッズ。うんうん、はい、そう、で奥が思い出グッズみたいな。うん、ああ、なるほどね。ほぼ防災ですね。あ、同じですよ、ヘルメットほら。確かに。買ったんですよね。畳める、僕も我が家に置いてるんですけど、そうそうそう、あ、ここすごい防災だ、確かに。そう、ここはまあ、畳ここしかないよねっていう。これ畳めるヘルメットです。そう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 。と、あとカセットコンロとか、あとこれポータブルの電源のやつですよね。そうです、そうです。っていうので、うん、ここ分かりやすい。いいですよね、このスペース。うん、で、多分奥の箱が思い出系。これ思い出グッズ、子供のアルバムとか。そうそうそう。じゃあ思い出系は、うん、あの箱に収まる範囲内で決めてる。あ、これだけです、今。うんうん。うん、ここに入るだけ。こっちは防災。おみたいな、すごいっていう感じの空間になっております、うん、素晴らしい、やったね、はい、っていう感じかな。あと、まあ、ちょっと突っ込みたいのはここの、MacBook と、うん、まあ、電源とイヤホンと、うん、あと僕の本は置いてくださっててありがとうございます。僕たちはなぜこれを選ぶのか、まあ、おのちゃんさんにもご協力いただいて、うん、ミニマリスト100人に持ち物を聞いてみたいな感じの書籍を作らせていただきまして、ちなみにこれ何ですか？これあれ、キャリーザさん。キャリーザさん、はい、キャリーザさん、さんじゃないですよ、3、太陽のさんですよ。ああ、照明なんだ。え、完成照明なんだ。はい、ソーラー電池、はい、え、充電して、はい、なんだ、なんて言えばいいんだろう、ね、なんて言えばいいんだろう。すごい、これあのケーブルないんだと思ったんですけど、これ実はソーラーパネルになってるんですよ、この黒い部分が。充電、ここに電池が、電源4つあって、はい、充電時ここピコピコ光るんですけど、じゃあこういう天気の日とかに外置いとけば勝手に充電されて、で、つ、ね、なんて言ったらいいかな、吊るせるしみたいな、つ、つってもいいし置いてもいいし、はい、うん、でなんか結構防災グッズ兼普段使うみたいな感じで使ってる人多いです。あ、そうなんだ、思ってるって人多い、うん、僕すみません、知らなかった、うんうんうん、これをいい感じ、あの本で紹介したかったっていうので、これ夜になったらめっちゃおしゃれな感じするでしょうね、多分。あ、でもいい感じですよ、ちょうどいい、うん、素晴らしい。そうなんですよ、これがこっちが LED 見えるからこっちにすると眩しくない。なるほどなるほど、こだわりがみたいな、はい、ね、そういう感じで、まあ、あとは時計が置いてあったりとか、うん、多分 温度計兼時計とか。そう、忘れてた、畳めます。あと、キャリーザさん持ってますってコメント欄結構あるから、定番なんですね、多分。畳めるんですわ。そして、本当だ、すごい。好きですよね、畳めるの絶対。はい、僕こういうの好きです。小さく畳める。しかもケーブルレスなのがいいですね。そう。コード配線ごちゃごちゃしない。こんな、ぺったんこになるんですよ。本当だ。なんかソーラー電池って捨てるの大変らしくて、はい、これあの回収してくれるらしいです、使えなくなったら。それがいいなと思って。なんか燃えないゴミとかでも出せないらしいです。確かに。うん、そこも万が一手放す時も楽と。そうそう。送り返せば OK みたいな。うん、で、あとちなみに充電コンセントがあそこにあるんで、はい、充電したくなったらそこ引っ張ればいいっていうので、うん、なんかそのあたり動線もしっかりされてますね。あ、パソコンですね、はい、そう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 、っていう感じの物置を、あの、押し入れになってますね、うん、はい、じゃあこのまんまあっち行きますかね、はい、うんうん、ちなみにここあのカゴの、あ、カバンって何が入ってますか？これは大事よ。お、なんすか？ Wi-Fi ルーターですよ、これ。あ、そうなんだ。そう、なんかこの部屋マジでもう忘れてたわ。ラグとプロジェクターしかないみたいな空間の中に一個だけなんかカゴの可愛いカバンが。すっごい忘れてた。Wi-Fi ルーターですよ、これ。ヒュンって。あ、そうなの、本当だ。隠したくてどうしても。うんうん、どうしてもここはね。めっちゃ考えて。はい。カゴだと思って。うん、そう。そう、これだったらこもらないし、熱があんまり。確
確かになんかめちゃくちゃマッチしてる可愛いし、まあ、さっきの椅子もそうなんですけど、なんかこの何にもない空間にその椅子とこのカバン、ちょっとこれ置いてもらっていいですか。大丈夫ですか。はい、そう、なんかそこら辺でもいいです。いつもここに置くんですわ、うん、なんかアート作品みたいな感じする、ね、なんか意味あるのかなみたいな、あった、ね、うん、みたいなっていう感じの、すごい映えますね。すごい意味のなんかインテリアに馴染んでる配線隠し、うん、そう、これは皆さんも真似できそう、まあ、確かに僕もそうなんですけど、うん、これ結構配線専用のボックス買ったりとか、うん、無印良品の、ね、ポリプロピレンでグレーのやつを置いてあのケーブルボックスにしてる人多いと思うんですけど、このカバンにするっていうのは初めて見たかも。そうそう、しかも1個カゴがなんでいいかって、はい、これやってないんですけど隙間があるじゃないですか、はい、頑張れば通せるんですよね、はい、これを。確かに。これちょっとやめ諦めたんですよ、私無理すぎて、はい、もうなんかここに痕跡があるんですけど。あ、なるほど。ここを通したらこれも見えない。DIY したらいけるってことです、ね、なんかこう無理やりガーって開けて、うんうん、ガーって通して、まあ、カゴだからいけますよね。いけます、一応。プラスチックじゃないし。ちょっと硬すぎてやめましたけど。うんうん、そういう合うやつ選べばそこまでいける。そう、なんかね、箱とかだとなんかいかにもみたいな感じがするから、うんうん、なんかないかなで見つけた。熱もこもらないし、はい、ちなみにね、なんかここに お子さんがいるときにちょこんと座ってるのがなんか可愛くて、なんかよかったらなんか一応あの、まあ、インスタグラムとか YouTube もやってるんで見てほしいんですけど、そこではですね結構お子さんがそこでちょこんと座ってて可愛いなと思って見てましたね、うんうん、っていう感じで、じゃああとね一応この後キッチン見て、であっちに玄関と子供部屋があるんですけど、なんかこのキッチンでここは紹介したいみたいな、なんだろう、なんだろう、とにかくでもめちゃくちゃ減りました多分あの、はい、以前より。お、量かな、でも、はい、すごい、すごい300個ぐらい減ってるんですよ当時と比べると、はい、マジで本当に使うものしかないって感じ、なんもない、あのめちゃくちゃ減りました、はい、確かに全部見せてくれる、 このくらいかな。じゃあちょっと気になったとこで言うと、うん、はい、まず上からいきますかね、はい、食器、そう、子供、じゃ家族全員こうって感じですよね、うん、数、あ、6枚、皿は6枚だそうです。皿6枚でもこれって足りますもんね。足りるんですよ、そう、全然食器がダントツで少ない、極めたら本当に、確かにこれでなんだろうね、困るイメージ湧かないんだよね、確かに。そうそう、なんか兼用できる、兼用できるで6で足りるんですよ、うん、ちゃんと深い皿もあるし、そう、浅い皿もあるから、なんかこれで作れない料理というか盛れない料理そんなないよなと思って。ない。で 小学校1年生3年生のお子さんだったら食べる量こんなもんだろうしな、うん、とか思って、確かにこれ見て困るのはあんま想像できない、うん、でコップは多分まだ他にここに洗ってるものとか、うん、はい、そうそう、ありますけど、ありますあります。だから1人3枚って感じですか。あ、1人2枚とコップ1個、そうですね、うん、ですよね、そうそうそう、うん、これで困んないよな、まあ、来客の時もね、うん、これで、よし、セーフ。で、そこ、そこの調味料見ていいですか。大丈夫です。すごい。超ヘルシー。あの、オリーブオイルと塩と胡椒と、これなんだ、砂糖。あ、てんさいと。てんさい、砂糖の、うん、究極やな。あの、僕も基本塩とオリーブオイルあったら、ドレッシングの代わりにもなるし、とか、うん、これで困んないですもんね。まだありますけどね、まあ、まだあるんだろうけど、多分この日常的に使うスタメンがここみたいな感じなのかな、うん、常温がこっち、ああなるほどなるほど、うん、冷蔵がこっちみたいな、すげえミニマリストのキッチンって感じしますね。並べるのが好きなんですよね、うんうん、気持ちいいですよね。なるほどなるほど、そうで、ちなみになんか冷蔵庫は見せておってとか、大丈夫ですよ、見せてくれるそうです。今日空っぽです。はい、あ、渋さんに たくさん買ってきた飲み物、ありがとうございます。後でいただきます。そう、麦茶とクリーミーラテ好きなんですよ。これ違うんですよ、これちょっと、はい、ちょっといいですか、はい、これあのリスナーさんがめっちゃ送ってくる、はい、見てもらっていいですか、はい、いきますよ、はい、で、お菓子、おこれ、はい、これここ以外、はい、全部欲しいものリスト、はい、ああ買ってくれたんだ全部。子供が好きなお菓子とかって感じですか。そう、このここも水以外、はい、全部リスナーさん、うんうん、でもいいですね、さっきのやつもリスナーさん、うん、でもなんかいいですね。ここはいい意味で生活感があるけど、ちゃんと収納されてる、うんうん、これもだからもらい物全部、
これもあれやばい、見つかっちゃいました、ごめんなさい、はい、あの小野ちゃんさんなんか、うん、ボイシーっていうところで配信とか、まあ、YouTube ライブも普段やってたりするから、うん、そこで多分視聴者さん愛されてますね、すごい、もう、はい、だって欲しいものリストこんな来るんだ、そうそうそう、この間ドカーって届いて、じゃあどうぞお好きになんか僕の中で欲しいものリストってなんかこうよくある、17ライブとかポコちゃんみたいな、ああいう若い女の子とかがなんか視聴者さんくださいみたいな、うんうん、ああいう可愛らしい子がなんかもらうみたいなイメージがあったんですけど、なんかその小野ちゃんさんが家族にこう支援するっていう温かい輪が欲しいものリストでできてすごいなと思いました。そう、米は勝手になんか、はい、米送ろうかって言われているって言ったら届きました、はい、すごい。あと僕最初思ったのがあれと思いました、ふるさと納税かなと思ったんですよ。あ、いやいや、しないんですよ、ふるさと納税してないんですよ、うん、はい、っていうので、え、なんかジャガビ駄菓子屋さんみたいになってる、駄菓子屋さんじゃん、本当そうなんですよ、この間届いて並べたとこでした、ちょうど、はい、うん、っていうので、いや、カップリコ食いたくなってきた、どうぞどうぞ、多分喜ぶと思います、はい、あげた側も確かに、まさか渋さんに食ってもらえるなんてって思うと思うから、あと無償に UFO を食いたくなる、ぜひぜひ、もうあげます、はい、はい、ちょっと今ちょうど配信時間が12時だからね、うん、僕プロテインしか飲んでなくて、うん、そうなんだ、空腹なんですよ、食べてください、はい、こんな感じで、うん、はい、ストックされてあると、まあでも本当にこの収納にもう収まる範囲内だし、うん、まだ余白があるというか、そんなギチギチ感はないから、うん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 、いつもはここだけなんですよ、うんうん、自分で備蓄する分がここだけなんですけどね、はい、なるほど、なるほど、うん、そう、あとコーラもそう、コーラももらい物、水だけ、自分で置くのはここだけ、当面食料は困らないですね、ここもコーラ、うんうん、コーラ大好きっていう感じです、はい、そう、うんうん、まあ、あとちょっとそこ気になったのが、あのゴミ箱のとこかな、あ、もうゴミ箱ここに、ゴミ箱これに変えました、はい、ですね、うん、っていう感じで、もうここでなんかゴミ出たらそのままポコンって入れる、そうそう、押しキッチンの収納したゴミ箱にしてるっていう、まあ、我が家もそうですね、はい、まあ、結構みんなここにもう食器とか調味料ぎゅうぎゅう詰めに詰まってる人多いと思うんですけど、まあ、ミニマリストの人結構あの大体こういうキッチン上とか下があのスカスカになって開くから、ここをゴミ箱にしてる人多いですね、うん、僕もこんな感じにしてます。タオルはこれ無印良品かな、タオル研究所、あ、タオル研究所か、アマゾンとかで買えるやつです、ね、そうですそうです、やつがボロボロや、うん、はい、吊るしてあると。で、基本的に言うとおみ、まあ、食器洗う時というかこう水物とかはもうこの布の匂いでポンって、うん、あの水を取ってるって感じですね。あとたわしは浮かせてますね、これ、そうです、このなんかピタって、うん、まあ、100均とかでも買えるやつですよね、そうですそうです、っていうのと、洗剤はもう直に置いて、うん、まあ、上何も置かないみたいな感じですね。そうですね、うんうんうん、まあ、普段は置いちゃったりするけど、はい、うんうん、はい、はい、っていう感じのキッチン、まあ、あとはガスコンロと、うん、ここに普段使うキッチンバサミとか、うん、なんか菜箸とかが置いてあるという感じになっております。素晴らしいキッチン、はい、はい、っていう感じで、問題なければ次進みますけど、うん、大丈夫ですかね、大丈夫ですよ、 OK です、うん、じゃあここから、はい、キッチンと和室の部屋、洋室のここ先、じゃあ玄関ですね、このルートは初ですね、玄関行きますか、はい、ちょっとじゃあ電気つけてもらって、何もないよな、玄関で、ここに多分さっき話してたあの、okay、アウターがここにかけてあります、そう、今使うやつは2つだけ、はい、ここにかけてるだけ。じゃあ基本小野ちゃんさんの服はその黒いニット2着と、うん、であとこのコート2種類みたいな感じの着回しですね、今これだけです、はい、うん、2着をローテーションしてるっていう感じ、そう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 、でカバンがこれですね、これおしゃれ、うん、はい、ね、多分一番最初の原型はマルジェラとかなのかな、あの三角形の、まあ、このカバン三角形のカバン、ね、おしゃれでいいですよね、うん、僕も好きです、かわいいっていう感じで、こっちも多分あんまり乗せたことない気がします、はい、でちなみに黒いカバンはちょっと僕です、うん、僕がこれ今ちょっと撮影機材とか今日小野ちゃんさんに来る時の着たカバンなんで、普段はこんな感じ、うん、ここにランドセル置くんですよ、はい、帰ってきて準備したらここにガッて2人分入れておく、はい、だからここは学用品が置いてあるみたいな、はい、ランドセルここに置いてあるんだ、そう、
本当は最初は部屋に置いてたんですけど邪魔だなってなってもうガポッてここに入れて、そしたらもうガッて行くだけみたいな。だから持っていくものはもう基本ここに置くみたいな。なるほどね。確かにお子さんもねここにあったらもう朝ここからランドセルパーツ取っていくだけだから動線的にはすごい、ね、自然ですよね。わざわざ収納作らなくてもいいんですよね、玄関に置けば。みんなランドセルは子供の部屋とかに置いてるのかな多分、うん、っていう感じでランドセルが普段ここにある。ここに2つある、はい、そう。しかもこれってある程度、まあ、玄関のもの減らしておかないと置けないですからね。そうですね。そうそう、ここも扉ないわ。靴が少ないもんだって。そう、今履いてってるのが2足なんで、はい、子供が2足、はい、スニーカーと長靴、はい、私が今3ありますけどここに、はい、大体これです。すげえ。終わるっていうので、うん、小野ちゃんさんが3足。そう、冠婚葬祭が別で1個ありますけど基本はこの、うんうん、まあ、2足、サンダルは夏ですね、うんうんうん、っていう感じ、うん、でここはお子さんのタオル、ハンカチとかとランチマットと帽子、マスク、うんうん、これはネックウォーマーですね。あ、赤白帽もあるんですか。そうです、赤白帽っていう感じで、うん、上はちなみにこれは、はい、これも子供ので、はい、この学校に持っていく小物たちですね。おお、あー、なるほど、ティッシュとかね、ハンカチ、ティッシュ、カイロ、靴下、靴下は私のも入ってます、うんうん、すごい。じゃあここほとんどもうお子さんのものですね、上2段は、うん、そうそう、ここだけ私ですね、うんうん、これだけ私、これが普段使ってるマスクとか、ネックウォーマー、ネックウォーマーじゃねえな、うんうん、スヌードか、うんうん、マスクだ。で、あと傘ね、傘3本、家族1人ずつ、うん、そうそうそう、1個ずつと、サッカーボール、そう、サッカーボール、キックボード、うんうん、財布、子供の財布みたいな、あと鍵わかりやすい。あ、ここにありますよ、これ ありがとうございます。エコバッグ隠してます、これでピタ。え、もう何隠してるんですか。ここ、穴を、はい、あ、はい隠して、ここに置いてる。外から見られたりするんですか。見られたりするって言いません。そうなんだ。防犯的に隠しつつ、そうそうそう、エコバッグも貼れるみたいな。そう、2年ぐらい使って、もう2年ぐらい使ってますけどね、はい、すごい、めっちゃ長持ち、隠しつつ僕が監修したエコバッグを貼ってくれているという感じの玄関。じゃあ子供部屋があるんですけど、ここ皆さんが一番気になると思うので最後にします、うん、はい、じゃあそのまま水回り行きます。はい、はい、こっちも動画では初めてです、多分。確かに僕も初めて見た写真はあるけどっていう感じでですね、ここ水回りなんですけど、洗濯機とあれですね、うん、ガス系の、乾燥機があるっていうので、これ電気なんですよ。あ、電気なの。そう、ガス線通ってなくて電気、はい、本当だ、両方。なるほど、ここで洗濯乾燥普段やってるっていう、うんうん、これはなんかあれですか、賃貸備え付けのとかですか。買いました。あ、自分で。そう、なんか別の方が私は好きで、別にしてます、うんうん、なるほどなるほど。なんかでもここも含めてなんか和室な感じ、なんかいい意味であんまモダンじゃないですよね、そのこの家って。あ、なんか和な感じ。なるほど、はい、っていうのを含めてなんか合ってると思いましたね、うんうん、よかった。うんうん、っていう感じで、ここで普段洗濯乾燥もやっていて、うんうん、はい、こっちすごい独立洗面台があります。はい、うんうん、何を言ったらいいのか、まあ、何を言ったらいいか。じゃあ、例えばここに置いてあるのは、うん、これ何ですか。オイルです、ヘアオイル。なんかおしゃれなシンプルなデザインのオイル、これいいな、うん、めっちゃいいんですよ。ミニマリストちそうなパッケージですけど、かわいいヘアオイル、めちゃくちゃいいです、ツヤが出ます。オイル、うん、か確かに。おじさんさんめっちゃ髪綺麗ですもんね。そうですか。ツヤツヤ、すっごい癖毛なんですよ。あ、僕ハイパー癖毛ですよ、はい、毎日アイロンかけて。 でもこれもなんか欠かせない、うん、なるほどなるほど、うん、すごい。ヘアオイルこれいいですよ。これ何ですか。これいいですよ。もうこれ以上減りません、減らないですよね、ホルダ ー。これセリアです、電動歯ブラシ、これですね。そうこれにくっつけるやつ。うんうん、なるほど。さっきもね、なんか家に帰ってとか、僕がお邪魔しますっつって、今日撮影お願いしますってこの家来たら、あの電動歯ブラシで歯磨いてましたね、うん、いつも歯磨きしてるんだ私歯磨き大好きそう、はい、歯磨きで、あとね、ここコップ吊るしてあるのいいなと思いました。これもともとですね、最初からあるんだ。そう、分かってる、子供が使うやつ、うんうん、で、あとここに多分あの、うん、ハンドソープ、そうそうそうです、とゴムと、そうそう、こことか使ってないもんな。ここ外しました。いや、そう、収納ありますよね、ここ。そう、これがもう一個ついてるんですけど、なんかほこりたまるんですよね、はい、うんうん、だからもう外しちゃえと思って普段使わないから外してます、はい、なんかだいたい一般家庭に行くと、うん、まあ、それこそ
家族で生活してると旦那さん嫁さんみたいな感じで、うんうん、ここにその水回りのものがすごいごちゃごちゃ置いてあるイメージなんですよ、うんうんうん、そこも取っ払っても収納できないようにしてるんですね。取っ払ってすげえ。ここも考えました、うんうん、褒めてください。えめっちゃ考えました。ドライヤー、ヘアアイロン、充電器をこの隙間を使ってどこに置こうどこに置こうと思ってめっちゃ考えて、はいはい、そこにここに全部ここにここに吸盤いけるぞと思って、はい、そう多少隙間を使ってやりました。ここにちゃんとヘアドライヤーもあると、はい、ドライヤーとその充電器とアイロン、うん、確かに目立たないしすごい、はい、っていう感じで生活感のない水回りになっております、うん、はい、下も何もなくなりました。タオルすごい。これがお子さん2人いる3人家族とは思えない、うん、ちゃんとでも洗剤とタオルと、うん、なんかもろもろ、うん、メイク用品とかだな。そうです、綿棒とかありますけども素晴らしい、すごい、まだまだ物詰めれるっていう感じで、あとねここにマキタかな。あ、マキタです。あの、はい、そう、こうスティック掃除機が、そう、子供がいるとやっぱこれが便利ですね。あの、はい、砂こぼしたとか、あ、お菓子こぼしたとかの時に、はい、もうパッて取ってパッて切るんで、うんうん、もうこれ一択です。ね、あの、うん、マキタの掃除機は本当に人気、ミニマリストにもそうだし、うん、まあいろんなご家庭で使われますからね。お子さんがいると便利なんだこれ。うん、軽いしもうパッて取っても使えるから、はい、もうこれ以外は考えられないですね。うんうん、人気ですよね、うん。デザインも可愛いし。そうで、ここに置いてあると。うん、でこっちが風呂、お風呂、トイレ。はい。まあ風呂トイレは特段、まあ、何もないですけどね。はい。うん、あ、ここにあった。でもちゃんと、うんうん、それだけ。これちなみにボディーソープとシャンプーとあと何ですか。メリットとボディーソープとクレンジングだ。クレンジング。私の。なるほど。オイル。すごい。もうここにこのスペースに置けちゃうくらい4つに絞ってるから、うん、はい。っていうので非常にシンプルというか何もないお風呂場です。うんうん、はい。っていう感じで、うんうん、このまんまですね。はい。ここはトイレかな。トイレ。まあたらたらトイレです。まあ別に紹介するほどであれですかね。トイレットペーパーとシートだけだ。はい。はいはい、トイレです。そうです、はい、何もない、綺麗なトイレです。よかったです、はい、じゃあ、はい、最後かな、うん、ここが最後になります。小野ちゃんさんのお子さん2人が暮らす子供部屋、まず和室ですね、はい、じゃあ小野ちゃんさん入っていただいて、初公開らしい、うん、じゃじゃーん、まず全貌和室になってて、うん、ここに子供、はい、そう、ちょっと待ってください、これだけだ、これだけ個人情報が映らないように、はい、うん、そう、前と同じで押し入れをね、うんうん、そうそう、前の部屋と一緒です。あの前の部屋も押し入れのなんか上の段と下の段でここ使っていいよみたいな、子供にスペース与えてて、でおもちゃとか、そう、ね、任天堂スイッチとかがあったりしますけど、今は上が娘、下が息子です、うん、もう小学生なんでおもちゃもめっちゃ減って、もう減ったんですけど、はい、前よりこれに入れてる、この箱たちに、かわいい、うん、てかここ全然余ってますね、スペース余ってますね。あ、しかも教材とかもありますね。あ、そうです、そうです、教科書はここにあんまりないですけどね、うんうん、ここに収まる教科書と、うんうんうん、であとはここに絵とか書いてます。勝手に貼られました。なんか子供部屋なのに全然、まあ、ああ部分的に見ると散らかってる部分はあるけど、うん、なんか僕いろんな最近片付け企画でお子さんの部屋見てきたから、あれこれ子供の部屋なんだっけっていう、うん、よかった。ちゃんと子供が生活してる跡はありますし、うんうん、まだ片付いてる方です今日は、はい、あとなんか任天堂スイッチとか、うん、あそこにプロジェクターがあったりとか、なんか結構ハイテクな最新の、ね、ゲームとかなんか、まあ、プロジェクターもあったりするから、うん、この家でお子さんねストレス全くないですよね、うんうん、っていうので、ないですね、はい、テーブルも持ってきて
あ、すごい。推しの子の、あ、そうそうそう、ね、自分で撮ったんですって、はい、あ、そうなんだそうそう、撮ったらしい、有馬かなの、そう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 、多分これゲーセンで撮れるやつですよね、そうですそうです、はい、うん、っていう感じで、あとピカチュウがいたりしますね、かわいい、うん、はい、最近の推しの子って小学校の小学生でも流行ってんだ、あ、見てますよ、そうなんですね、うん、とか、へー、これが最近の令和の子供たちの遊び道具、うん、なるほどね、そこ気になる、何か、ね、大丈夫かな、うん、ちなみになんか下の子より上の子の方が若干ものが、あ、そうです、おもちゃが多い、女の子の方が、あ、そっかそっか、これめっちゃ最近流行ってます、めっちゃ汚いですけど、上が女の子で下が男の子、そうそうそう、これ最近ちょっと流行りだしてますよね、知ってます、はい、なんすかこれ、めっちゃ汚いですけど、なんかグロこれ、そう、これやばいですよ、あのこんななっちゃうもうこうなる、ひたすらこれなんか、はい、先週ぐらいにガチャガチャで子供がもう取ってきて、はいはい、そしたらなんかそっからなんかいろんな店でブワーって売ってて、はい、あ、流行りだしてんだと思って気持ち悪いです、そんな気持ち悪いの流行ってるんですね、気持ち悪い、気も可愛いみたいな、おもちゃは大丈夫かな、多分ざっくりなら、うん、ざっくりこんな感じで入ってますが、はい、まあ、でもよく遊ぶものは多分ここに出しっぱなしで、うん、まあ、たまに遊ぶものが多分あの無印のポリプロピレンの中に収まってるみたいな、うん、すごいっていう感じのお部屋になっておりまして、こっちこれ前の家から持ってきたやつです、はい、テーブル、これ前と同じなんですけど、はい、うんうん、あっちに置こうと思って持って行ったら全然合わなくて、はい、あ、どうしよう、買い替えかと思ったけど、はい、あ、こっちに置けばいいじゃんと思って、うんうん、はまって、もう勉強とご飯、はい、ここみたいな、ま、これはあれですね、前のリビングに置いてあった、うん、多分僕もここでコーヒーとか飲んだ記憶がありますね、そう、こうやって、そう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 、うんうん、っていうのをこっちにそのまんま持ってきて、うん、子供部屋で使ってるっていう、うん、ご飯食べたり勉強したりしてますが、うんうん、ね、よいしょ、ちなみにここに置いてあるのは鉛筆とテープとか、うん、まあ、お子さんが使う文房具類って感じか、そうそう、鉛筆削り普段使うやつを、これ鉛筆削り、そう、鉛筆削りがあるのはこれいいですよね、え、これなんかいいですよ、いいやつなんだ、え、縦に入れてました、全く記憶がない縦に入れてないのよ、縦に、え、あ、すごい、あ、名前映っちゃう、たそう、縦に、はい、今時は縦に差し込むやなと、へえ、削れねえな、うん、みたいな、うん、そうそうそう、はい、っていう感じで鉛筆削りが進化してます、進化してたりとか、うん、この服はパジャマ、いや、これは普段着で、もう、うんうん、洗濯、昨日着た分が洗濯終わって、あ、ここに置いてあるやつです、置いてあげてるって感じです、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、って感じか、ここに置いてあるのは、うん、ここはこれか、もしかすると襖、ふすま、さっきあの外したやつですよね、そう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 、ここに置いてるんだ、ここしかないんですよ、置くとこが、ね、これ、はい、ダンボールストッカーを買ってきて、はい、このように固定して、なるほど、ね、しまっている、さっきあの和室とリビングの、ね、扉どこに置いてるのってコメントがちょいちょいあったんですけど、ここに置いてあるって、言われるまで気づかんかった、今僕よく見るまで、いや、もう置くとこここしかないんですよね、だから、うんうん、これ、まあ、でもこんな風にダンボールストッカーの上に置いて収納して、布かけて、これ自分で縫って、はい、自分で縫ってカバーしました、でそのまま上がメリークリスマス、うん、なぜかですねほら12月の気分のままそう、はい、っていう感じと、まあ、あと実はここに立ち鏡が、これ知ってますか、これフィルム、え、フィルム、軽いんですよ、割れない、知らない、僕多分これ私も最近知りました、確か軽い、全身鏡を一回手放したんですよね、はい、割れるし重いしと思って、うんうん、でもやっぱいるわって思ってどうか考えて、はいはい、友達が使ってて、これいい、フィルム式のやつを、そうそう、鏡じゃない、鏡じゃないけど鏡みたいな、うん、でもなんか屈折とかもしないしいいんですよ ね、うん、ね、これ全然言われなかったら分かんない、うこういうことが起こるぐらいでアルミホイル的になんかへこむけど、傷がフィルムなんでこう、なるほどなるほど、ね、けど、まあ、そんなに雑に扱わなかったら、うん、軽い、確かに、そう、軽いし倒れても大丈夫なんで割れないから、あ、これだったらいいなと思って、へえ、うん、なるほど、こんな鏡がいい、ね、そう、これちょっと皆さんも参考にしてみてください、いいです、うん、なるほどっていう感じかな、かな、おお、うん、お子さんの部屋は以上って感じですかね、
じゃあルームツアー以上って感じかなと。まあちょっとこっち、はい、あっち、まあ、ちょっと玄関から見た景色でいうと、うんうん、こんな感じですね、はい、以上小野ちゃんさんのお部屋のルームツアーっていう感じですかね、はい。まあ、あとなんかこれからちょっと質疑応答的な感じで皆さん質問したいことがあれば、はい、ちなみにお部屋こっちからの眺めはこんな感じです。美しい、よかった、はい、12時47分、はい、ここにあとリモコンあるんですね、よく見ると。あ、そうです、マグネット、うんうん、これあれですね、あのプロジェクターのリモコンとか、そうそうそう、エアコンとかつけて、確かにここ家入ってきた瞬間にこうやってピッて取れるから、そうそうそう、電源も消したりつけたり、シャチハタいい動線、シャチハタが、うん、子供が自分で押す、うんうん、まあ、うん、なんか宅急便とか来たらそこからパッと取って、うん、これ宿題の、はい、なんかこう印鑑押すのに、はい、自分でやってもらってる。ああ、そうなんだ。そっか、宅急便も使えますね。宅急便もそっか。あっちにしようかな。まあ、そっちでも。ありだな。うん、まあ、そうですね。ただ動線的にはここで使うものがここに固まってるっていう感じですね。うん、へえ、素晴らしいルームツアーでしたね。よかったでございます。はい、もう50分経つんだ。早い。もう50分。早い。よかったです。生配信ならでは。へえ。くまなく見せてもらったんで、リアルです。編集なしなんで、これが小野ちゃんさんのリアルですね。怖いわっていう感じで、うん、ちょっとここからは2人で質疑応答とかコメント読みながら喋ろうと思います。よいしょ、少々お待ちください。はい、よかったらなんか小野ちゃんさんも このコメントを読みたいみたいなのがあれば随時、まあ、スマホでこっちで見ればいいんですもんね。見ながら、はい、OK です。うんうん、いやいいっすね。まあ、あと床仙人的な僕みたいなこうガラーンと何もない部屋ですけど、ちゃんと今電気カーペットが置いてあるんで冬場も冷えずに暖かいですね、うん、ね、これね、なんか夏になるとなくなるから、うんうん、なんか最近ソファー欲しい衝動に駆られてて。あ、なるほどね。冬場はこれだけど、そう、夏場は、まあ、ここもう本当にフローリング一面になるから。なるほど、まあ、なんかそういう検討してるものもあるんですね。いや、なかなかいいのがないですね、しかし、ね、かといって、まあ、ソファーもでかすぎるとね、捨てづらい、捨てづらい、捨てづらい、重い、汚れるし、やだなと思って悩んでます。すごいたくさんコメントが、うんうん、はい、という感じで。ちなみに小野ちゃんさんはこの家引っ越してきてまだ、まあ、1年経ってないぐらい、経ってないぐらいぐらいなんで、まあ、まだ春、ちょうどまあ春夏秋冬は1回経験したみたいな感じなんですけど、うんうん、まあ生活して1年でこの完成度ですから、やっぱりまあ生活まあ僕もそうなんですけど、引っ越し始めた直後ってまだ間取り直すどれをこういらないかもこれいるかもとか、うん、見直してる段階だと思うんですけど、うん、1年でもうすでにここまで結構、ね、うん、最適化されてるっていうので、落ち着きましたね。物量もやっと落ち着いたかな、はい、もうこれ以上はそんなにもう子供がいる間は減らせんだろうなっていう、うんうん、3人で数えたら500個ぐらいでした。おお、500個らしいです。そう、500ちょいぐらい、うんうんうん、3人で素晴らしい、まあ、僕が200ちょっとくらいなんで、うん、お子さん3人で500だったらかなり減らしてます。いや、もういいかなっていう、落ち着いてもう減らし終わったって感じです、はい、うん、しかもちゃんと数えてるのがすごい。500、数えてみた。200ちょっとでもちょっと数えるの大変だったのに大変、500個一個一個、ね、うん、食器が何枚あってとか服は何着でとか、うん、もろもろ数えていったら結構大変だと思うんですけど、そう、すごいちゃんと数えてらっしゃる。前回来てもらった時は800ぐらいあったんですよ。おー、まだ、はい、いや、もう今見ると多いなって思うけど、確かに300減りましたから。すごい、800から500はかなりダイエットしてますね。うん、減りましたね。80キロの人が50キロになってるみたいな感じ、うん、そう、今思うとめっちゃ物あるやんって思います、うん、本当に。まあ、でも2年前概要欄にルームツアー貼ってますけど、うん、その時もうだいぶなんか子供いてこんな少ないんだっていうのはなんか驚いた記憶ありますけど、ね、その時よりもまたなんか減らされてて、でもここがもうなんか結構そうですね、減らせるとこまで減らしたらこうなったみたいな感じか、うんうんうん、すごい。あとなんかね、プロジェクターがついてたりとか
して、まあ、物の数は減ってるけど、なんかちゃんと生活を豊かにしてくれるようなものとかはちゃんとあるから、なんかたらたら我慢してるっていう感じもなく、本当に家で快適に過ごせる数まで減らして、残すべきものは残してこの空間、うん、これね、私のじゃないんですよね、実は。あ、なるほどね。そうなんですよ、元彼さんのなんですよね。そうそうそう、元パートナーみたいな。そうそう、元彼さん、そう、なんか新しい家に置けないからまだ思ってていいって、はい、返さなきゃいけないんですけどね。あ、そうなんだ。どうしようと思って。あ、そこも、そこも話してくれるんですね。まだいいって、まだいいって。なるほど。そう、まあ、返したら、まあ、買うか、うん、どうしましょうね。なんか一応おすすめはレンティオっていうサービスで、うん、8000円ぐらいからサブスクで借りれたりとか。そっかそっか。まあ、あとなんかプロジェクターは結構中古でもいいと思いますけどね。あ、そっか、うん、めちゃくちゃいいです、使ってみたら。 いらないかなと思ってたけど、いいですね。いい、とてもいい。使わない時もこう時計を表示してね、うん、インテリアのこう様にもなるし、うん、はい、っていう感じですね。なんかこんな感じで、ぜひ気になるコメント欄あれば。はい、いっぱい来てる。うんうん、無駄のない部屋最高。子供服はシーズンで何枚持ってらっしゃいますかってありますけど、子供服どうされてますか。基本全員2枚ずつなんですよ、うんうん、あ、でも私はだからトップス2枚とかなんですけど、はい、なんか子供も基本2着ずつ。すごい、子供もなんだ。で、確かに子供の服めっちゃ少なかったね、うん、言われてみれば。2着なんですけど、一応やっぱまだあるんで、なんか汚れたりとかがあるから、はい、プラス1予備を置いてて、まあ、5みたいな、うんうん、2人で5みたいな、うんうん、でもサイズも近いから兼用で使えるんで、同じサイズを5枚買って2人で着るみたいな。子供もミニマリストなんだけど、ズボンも同じサイズを5枚買って2人で着るみたいになってて、はい、それってお子さんなんか服欲しいとか言わないんですか。うん、いや、言わないですね、まだ。なんかでも子供の時ってあんまりなくないですか。確かに1年生3年生ですもんね、うん、まだ言われてみれば、まだ親の服着、私は5年生まで着てましたよ、親の服、親が買った服を着てたから、まだ言わないかなと思うんですけど、まあ、中学生とか小学校、うん、高学年になってくると、もしかすると自我が出てきて、そうそう、ね、欲しいとか出てくるかもしれないけど、言わないけど、一応選ぶときは一緒に、このこれにしようと思うんだけどって言って色選んでもらったりとかはしますけどね、うん、確かに幼稚園とか小学校低学年の時はなんか僕もそんな、うん、ファッションとか、いや、ない。高学年になってからは結構僕服好きで買った記憶あるけど、うん、その時はないかも。だから逆に言うと、だから、うん、低学年の時、幼稚園とかでお子さんの家庭で服が多い時っていうのは多分親の趣味なんですよね。親が買い与えてるみたいな。うん、そうで、結局やっぱ同じ服着てると思います。5枚とかいっぱいあっても。あ、なるほど。私もそんな記憶ありますもんね。気に入ったやつを着て、もう一個着て、次の日またこっちみたいな。結局ローテーション組んでた気がしますけどね。子供ほど気に入った服ばっか着ますよね。そうそうそう。そんなになると、なんか他の人にまた同じ服着られてる風に思えたくないから、うん、バリエーション増やしたりするけど、うん、子供意外と確かに気に入った服ばっか着るもんな。着てた、着てたし、周りの子も見てたらやっぱそう。確かに、まあ、それをね、うん、兄弟で5着でローテーションしてたら2人足りそうですね。そうです。下着とかは別ですけども、うんうん、幸いサイズがもうほぼ同じなんで、すごい、いけるじゃんって、はい、うん、みたいな。なるほどね。お子さんの服事情はそんな感じだ。基本全部2着ずつ。2着ずつだそうです、うん、ですね。え、2着ずつはもう洗濯してたりとか、さっきあの子供部屋の机の上に置いてあったやつ、うん、そう、だから2着だったら収納しなくていいですもんね、着るから。こんだけ家も広いし、着てるから。で、洗濯回したりとか。そう、だから下着も洗濯、今乾燥終わって置いてますけど、乾燥終わったらお風呂でその日に着るから、もう軽くこう畳んでかけておくとかで、もうその日中に着るんで、収納しなくていいじゃないですか。確かに。そう、だから2、3あったら1個余っちゃうんですよね。1個収納ってなるけど、2だったら着用と洗濯でこう交代交代になるから、確かに畳まなくていいよ、うん、なった。確かにな、素晴らしい、うん、で2位、ずっと2位で、それに気づいてから、すごい。やっぱでもお子さんも、うん、もうなんかそれでこの家で生活してると、なんかそれ、なんかそうですね、そんなに物たくさんなくても良さそうというか、それが服とかも含めて、うん、そういう考えになりそうですね、うんうんうん。だから小野ちゃんさんのすごいところは、なんか無理やり子供になんかこうそういう減らさせてるとかじゃなくて、なんかもうお子さんが勝手にそうなってるみたいな、う
うん、それが普通と思ってるけど、うん、それが普通と思ってるから気づいてないかも、ね、気づいてないでしょうね、うん、気づいてないですね、まあ、ここからまたね多分高学年になったり中学生になったタイミングでどう変わるかはちょっと見ものというか、うん、それは多分おのちゃんさんの YouTube とか、まあ、チャンネル貼ってますけど、うん、見てもらうと、まあ、随時変化が見れるかなと、うん、そうですね。なんか若干ロゴ欲しいって言われてこの間ロゴ上の子に、はい、なんか男の子ってなんかスポーツブランドみたいなの着るじゃないですか、アディダスとか、ナイキアディダス、そうそう、多分そういうのがいいみたいなこと言ってたから、あーなるほどね、来たかと思って、ついに初めて来たなと思って、はい、とりあえず靴下を買い替えだったからアディダス探して、はい、あこれって言って渡したらすっごい喜んでました、うんうん、すっごい喜んでました、まだ靴下からね、そう、かさばらないし、まだ買い替えないから服は、じゃあちょっと次買う、うんうん、次買う靴下だけでもやってやったら喜んでる。じゃあそういう小さいところからアディダスとか買い与えて、うんうん、変わってくるかもしれないですね。確かにね、なんかお子さんはそのアディダス欲しいとか何かな、なんかスポーツやってるとか関係なく、うんうん、まあ、アディダス、まあ、小学校の時確かに僕もナイキとかアディダスとかニューバランスめっちゃ欲しくて、うん、なんか親に言ってました。周りの子がやっぱ着てるとかですか。なんだろうな、なんか僕ニューバランスのダウンジャケットとかなんか着た記憶があるんですけど、うん、なんか欲しくて、うん、なんでだろう、なんで欲しくなったのかは全く覚えてないけど、友達かな。で下の子も1回だけあったんですよ、卒園の時になんかピンク着たいって言われて、はい、じゃあ分かった西松屋行こうぜって言って一緒に行って、うん、着たい服全部持ってきて、うん、あいいよ着なきなって、はい、着るだけただやって言って着て、うん、自分で選んでちげえってなってなんかちげえわってなってて、もう、はい、ママの着る服が正解でしたみたいになってますなるほどね、試着で満足したというか、すっごい似合ってなかった、だから選なんかあれ私が着ると違うわみたいな違和感を感じたみたいですね、年長で。すごい、まあ、お子さんもやっぱなんか欲しいっていうね、うん、衝動を抱えて、まあ、うん、実際試してみると違うっていうのは、そう、まあ、結構ちゃんと考えて選んでるから、はい、あこれ似合う似合わないとかは一応選んでるから、うんうん、それでしょうね多分。なんかそれで言うと、なんかさっきこの僕このカメラ回ってない時に家来て、じゃあ今日一日お願いしますって言って、でなんかこの床の色含めてパーソナルカラーに合うようになったみたいな、そう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 、そう、前の部屋2年前のルームツアー見てもらうと分かるんですけど、多分もうちょい暗めだった、なんか茶色って感じ、茶色、うんうんうん、あんな椅子みたいな色でしたね。あなるほどなるほど、うん、鮮やかな鮮やかな木、はい、こんな色でしたよね、こんな色のフローリング で、うん、でなんかそうそう、なんか最近そういう服装選びとかもただなんか適当に選んで真っ黒にしてるとかじゃなくて、うん、なんか実は僕たち2人ってなんかあのパーソナルカラー的に合ってる黒らしいんですよ。僕はなんかブルベ冬らしくて一緒です。そうだから黒が2人とも似合うんですよね。いっちゃん多分似合うと思います黒が。そう、僕も白い T シャツ着とか着てた時より全然こっちの方が似合うって言われるようになったんで、うんうんうん、とかなんか床の色とかも、だからなんかパーソナルカラーって服だけじゃなくてインテリア床も含めて考えてるんだっていうのはさっきなんか話してて面白かったことで、うん、やっぱインスタやるとなるとですね、うんうん、あしっくり着てないなって思ってたんで、そうだからなんか、うん、そこら辺もなんかただ減らしてるだけじゃなくてその色味とかインテリアも含めてなんかちゃんと考えて選ばれてるのが多分それがお子さんの服選びにもつながってるんだろうと思いました、うん、さっきだからピンクの服着て似合わないからみたいなのって、うん、お子さんの服はどういう風に選んでるんですか、そのなんかおすすめしてるというか、基本無印ユニクロなんですけど、うんうん、なんでしょうね、まあ、だからなんだろうな、うんうん、ちゃんと見た目も可愛くないとダメなんですけど、でもだからといっていろいろ種類を買うのも嫌、てかなんかあれじゃないですか、違うのが2種類あるの嫌じゃないですか、 T シャツが2種類あって、はい、今日はこっち今日はこっちってなると、はい、違うのが2個あると自分もそうだけどなんかこっちが良くてこっちが嫌になっちゃうんですよね。あ、はい、うんうん、わかりますこれ、はい、なんか同じものがいっぱいあった方が自分もいいし、なんか日々テンションがこう、あ今日は着用感がここがこうでみたいな、うんうん、めっちゃ嫌で洗濯した時の畳み方も、あこれはこうだけどこうかみたいな、うんうんうん、あれがめっちゃ嫌です。だから、ね、揃えてよかった。なんか揃えたいですね、まず。そう、なんかさっきね、うん、コメント欄で同じ服で飽きないんですかみたいな、2種類だったんで、うん、なんか その少なさで飽きないんですかとか言われたと思うんですけど、今おっしゃったことが答えですよね。うん、飽きない。でもワンシーズンで終わりですもんね、基本。ワンシーズン来たら、もう冬来たら、これも多分、うんうん、持ち越さないと思うんですよね、来年まで。うんうん、春来たから、春の服着て、夏着て冬はまた違う服みたいな、ワンシーズンで買えればいいですもんね。確かに飽きる飽きない2着だと多分ね、うん、
2着で1シーズンだと結構ね、うん、着用回数でいうともうめちゃくちゃ多いんですよね、うん、めちゃくちゃ着ますよ。毛玉何回取ったかわからん、ね、そうそう、だからみんなは多分1シーズンで5着、7着、10着とかをローテーションしていく中で僕2着で回してるから、うんうん、普通の人たちはもう存分にもう何年分も1シーズンで着るみたいな、ね、そう、くたくたになって捨てる。で子供服もよう考えたらあれですよね、うんうん、サイズがやっぱどんどん変わっていくんで、まだ、うんうん、もう使い切らない、いっぱいあると使い切らないうちにサイズが変わっちゃったりとかするからもったいないですよね、逆に、うんうんうん、まだ使えるのにみたいななっちゃうから、うん、少ない数の方がちゃんと着倒せるし、うん、まあモノちゃんさんの分はもう1シーズンで決めてるから、うん、なんかその都度のトレンドとか今着たい服とか、そう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 、ちゃんとね気分でその時のナンバーワンを厳選して着てるから、うん、楽しいですよね。そう楽しいです。僕も基本なんか毎日同じ、まあ、2セットもうあのセットアップみたいにしてそれを2パターン着てるんですけど、まあ、なんか僕も年々なんかシルエットとかは変わってて、うん、まあ、前はスキニーだったけど今結構太めのワイドパンツ履いてたりとか。いやこれめっちゃいいと思いました。ありがとうございます。ワイドパンツめっちゃ似合うと思って最初見た時、はい、そっちの方がいいですね。そう、僕もなんかワイドパンツ結構割と、うん、まあ、合うなと思って、まあ、結構僕ね体型が細いからスキニーとか、まあ、スキニーも好きなんですけど、うん、なんか結構ひょろい体型をごまかせたりとか、まあ、あと意外とミニマリス的な目線で言うと、うん、なんかワイドポケットパンツが広いから結構ここでもう手ぶらで収納するときに荷物入れて出かけるときにここで十分みたいなことも結構あって、そうそう、うん、っていうので、まあ、僕もなんかね10年ぐらいもうこの生活してますけど、まあ、微妙にマイナーアップデートで変更したりするんで、うんうん、まあ、そういう楽しみはありますね、うんうん、私服の制服化は全然飽きない。自分の最適解を常にちょっと見直していくみたいな、うん、それが多分ね、いろんな服着てると分からなくなるんですよね。そう、ここはこれが好きだけどこっちはこれが好きって、ね、気持ちが毎日変わるの嫌なんですよね。分かるねね、いやいやですね、あれストレスですね、プチストレス。服以外のところで変化を見つけられるような、うん、そうそう、こっちに気を取られたくない、そうそうそう、そうっていう感じですね、うんうん、はい、うんうん、っていう感じで、ぜひコメント、ちょっと今コメントを読みながら質疑応答してるので、ぜひ、まあ、僕とか小野ちゃんさん、まあ僕は普段喋ってるんで、ぜひ小野ちゃんさんに聞きたいことがあれば。洗濯は毎日してますかみたいな、頻度どうですか、うん、毎日してます。毎日しないと足りない、うん、2着だもん、ね、確かに。そう、足りない。僕も確かに家にドラム式の洗濯乾燥機ありますけど、うん、服の数少ない分ちゃんと洗濯はしないといけないけど、うん、そうです、少ないと洗濯楽ですよね。うん、そんなに、なんか、うん、まあ、もともと貯めることがなかったですか、昔から毎日するものだと思ってたんで、うん、ね、多分あの靴下とか肌着とか、うん、なんか統一してると思うんですけど、そうすると洗濯終わってで靴下のペアを探してとかやらなくていいから楽ですもんね。匂、うんうん、いがあとね残りますよね、時間置くと。そうそうそう、っていうのがあって、うん、もうさっと洗ってさっと取り出してかけるっていう。うん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 、っていう感じですね。あ、これいいかも。子供のプリントとか自分も紙類がなかなか減りません、コツはありますかみたいな。子供のプリント多分学校の、学校のなんかあれじゃないですか、あ、なんかあれじゃないですか、フォ連絡出てこない、連絡とかで来る、はい、連絡帳とか、はい、なんかなんで取っておくんですよね、はい、情報だけ抜き取れば捨てれますもんね、はい、とかさっきなんか子供部屋にちらっとあの時間割だけあったとか、あ、給食あれ献立で、献立見るの楽しいですよね子供って、はい、今日は給食なんとかだみたいな、あれ自分で貼ってるんですけど、うんうん、基本もう時間割は多分取ってるけど、うん、時間割と給食のやつだけ取ってるけど、あとは多分もうほぼ捨ててると思います。本人ももういらないって、うん、あ、私勝手に捨てたりしないですよ、はい、これいるいらないって聞いて、うん、いらないって言われたら捨てるんですけど、あのもうだから子供が使ったテストとかもほぼいらないって言ってくるんで、あ、じゃあ捨てましょうって、もちろん取ってあるやつもあるんです、うんうん、けどほぼ捨てるで、なんだろう、あの先生から親に対して届くやつとかも、うんうん、いるものは情報だけ取ってもう捨てるってすれば取っとく必要ないですもん ね提出物もすぐ出してすれば。そうそうそう、意外と子供の方が捨てますよね。なんか僕思いました、うん、僕いろんな家で今片付けてるんですけど、子供ってね意外と物に対してそんな執着ないから、うん、書類とかプリントも別にいらない、聞いたら大体いらないって言うんですよみんな、うん、いるっていらないってむしろ ね
むしろ捨てられないのは親御さん側だったりしますね。親御さん側が不安で取ったがりとか、うん、子供に聞くと大体いらないって言ったりするから、うんうん、まあ、特にコツとしては、うん、プリントプリントでもね、親のやつはでもあれですもんね、うん、写真撮って捨てるで、はい、まあ、情報があればいいと、はい、情報があれば十分でも、なんか参観日のお知らせとかも撮ってすぐ捨てる、うんうんうん、でも貯めるともうダメですよね、もうすぐ、うんうん、すぐやるあと、あと、うん、あれ、私も食器を減らしたいのですが、2セットでどんな感じで盛り付けてますが、おかずはできるだけワンプレートにするようにしてますが、汁物があるとやっぱり別皿がいるなと、なんだかんだお皿が減らせませんみたいな。ほう、でも汁物さっきのでこれでいけますもんね、あの深いやつそうそうそう、深いやつと浅いやつ、そうワンプレートと汁でいけますもんね、うんうんうん、品数が多いのかな、うんうん、みたいな人がいますよね、たくさん、なんか5品作ってるみたいな人とかいて、うんうんうん、1個2個で全然足りるのに品数がそもそも多い人が結構多いですね。あとは、うん、まあ食器はさっきワンプレートにするとか、ワンプレートしてますけどね、うん、ワンプレートしてるのに何でしょうね、うんうん、まあでもあれで事足りますもんね、大体足りる、うんうん、足りるとか、まあめちゃくちゃ自炊凝ってやる人でもあれにプラス1種類ぐらいでもなんか足りそう、足りる足りる、うん、今2種類ですかね、深い皿と浅い皿、そう、うん、あれ小皿とかは、うん、まあ、タレとかあるじゃないですか、餃子とか、はい、確かに気になる、かけちゃうんですよ、もう直接かけるみたいな、そうかけてタレを小皿に別に入れてわざわざつける必要ないですよね、はい、だから あとあれだ、はい、大皿に盛らない、それしてますね、それ大きいかも、あ確かに、うん、大皿に盛って取るだと食べる量が分かんないなと思って、うん、何個食べたみたいな、うんうん、なっちゃうじゃないですか、だからもう数分けてもうそれぞれに、はい、これですあなたのはってやってるんですよ、だから大皿に盛って取るっていうことがやらない、確かにな、それしないともう何個食べたってなるし、なんかその皿も増えるんですよね、だから取り皿がないですね、確かに大皿に盛らないっていうのはなるほどと思いました、うん、でも、うんうんうん、キッチンで作った段階でもうちゃんと分ける、そう、ご飯おかずみたいな、あなたのはこれどうぞみたいな感じでやると2つあれば多分大概足りますね、うんうん、とか多分仮にオードブル形式にしたい時も、うん、フライパンとか鍋をそのまんま持ってくれば大皿に盛る必要ないですよね、確かに、うん、とか、うんうん、あるから確かにな、うん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 、それあるな、これこ、うんうん、っていう感じだそうですね、確かに、うんうん、それで困んなさそう、無意識でやってるからな、無意識すぎて質問されるとそれあります、ね、質問されないと分かんないみたいな、分かります、そう、うんうん、っていう感じですね、座禅組んでるみたいかっこいいって確かにあぐらがいいですよね、一番そう、今ピンマイクつけてるから距離も離せるっていうのがあって、そう、小野ちゃんさんの部屋ちょっと綺麗なんで空間を映したいなと思って、はい、よかった、感じですね、うんうん、へえ、そうか、それで言うとあとなんだろうな、なんか引っ越しするとき楽でしたか、宮崎からハイエースで、ハイエースで来ハイエースで来ましたそうだったわ、ハイエースで来ました、すごい、なんか冷蔵庫だけは、はい、うちのお父さんがあの使うから新しいの買いなって言ってくれて運んでないんですよ、うんうん、あとは全部ハイエースで、すごい、1回で来ました、1回で引っ越し業者を使わずに、うん、父が借りてくれて、まあ仮に洗濯、そうですね、あ、そっか、冷蔵機も運んでないな、なるほど、うん、でもそれあったとしても多分あれです、あの家財宅急便ってあるじゃないですか、うんうんうん、そう、僕も前洗濯機運ぶときに黒猫大和の家財宅急便でドラム式1個だけだったら同じ福岡県内は7000円で運んでくれるとかあるから、うん、多分その2つだけやってもう他こういうのとかは全部ハイエースで詰めますね、そう、多分それでもまだ減ったんで、そっからだいぶ減ったんで、うん、確かに、うん、余裕あると思います、次は、ね、800個さっきあるみたいな状態から、うん、まあ、減らしつつ運んで、うん、っていうのでハイエース1個で、ハイエースできました、1往復すごい、今それこそね、もうぼちぼち3月に入って引っ越しシーズンですけど、うん、まあ毎年引っ越し難民みたいな言葉がニュースになったりして、うん、ああ運べない、運べない、むしろ運んだことないんですよね、15回引っ越ししてるんですけど、はい、1回もその業者を使ったことがない、すごい、お父さんがトラックを借りてくれたりとか、まあ、車だから誰かが調達してくれてたけど、うん、
でも結局その業者を使うっていう思考がなかったんですよ。そうだからトラックに積まなくていいってことですよね。うん、トラックに積まなくていい、まあ、その引っ越し業者使うと大体なんか軽トラとか何トントラックとか使わないといけないけど、うんうん、そう何トンもないですね。軽トラそうですね、ちょっと大きめのトラックな、分かんねえトンが、うんうん、何トンか分かんないけどちょっと大きめのトラック、まあ、ハイエースぐらいで行けましたよね、うんうん、すごい意外と。だからあそっか、でも車も借りなくなるんですよねこのシーズンってとか、まあ、なんかそもそも引っ越し業者が忙しいし、うん、あと値段が高いんですよ。なんか、うん、見たのは150万円請求されたとか、やばいやばいやばい。そうそう、金銭的に無理みたいな人がいたりとか、うんうん、でもまあ物減らすと、まあ、僕とかタクシーと か、うん、なんかもう近場だったら2台で引っ越したりしましたけど、うん、自家用車とか、うんうんうん、自分の車で引っ越せるから楽ですよね。いけると思います。うんうん、15回引っ越して業者ゼロはすごい、うん、多分1回目はちょっと覚えてないです子供の時だ、うんうん、っていう感じですね、うん、ちなみに引っ越した理由とかって何かあったりします？あ、言える範囲でいいんですよ。あれです、一緒に住むために、同棲するために大丈夫ですよ、はい、って言って、そう言っていいんだ、同棲するために来たけど別れちゃったっていう、はい、あ、なるほどそうなんですよ。まあ、その同棲した時のプロジェクターがここにありますけど、名残が。そうなんですよね。まあでも福岡来てよかったです。楽しい、楽しいですね。うんうん、ぜひ福岡いいですよ、うん。楽しい。福岡をミニマリストの聖地にしたい。いや、したいですね。いいですね。まあコンパクトシティで暮らしやすいっていうのはよく言ってて、うん、まあそれこそ街中にあのチャリチャリっていう赤いシェアサイクルとかがあって、1分6円とかに借りれるから、うんうん、自転車は買うよりシェアした方が便利とか、うん、まあ自転車に限らずカーシェアとかもろもろ何でも。まあ、結構交通機関だけで生活できるんで、車も手放したんですよ。 そういえばそう、宮崎の時はあったんですか？ありました、乗りましたよ。確かそうだ、送ってもらった駐車うまいって言ってくれた乗った、はい、そう、あれも友達に譲って、福岡だっていらないなと思って手放したんですけど、全然困ってないし、交通費が月5000円とかで済んでるんで、はい、めっちゃ楽。3万ぐらい多分かかってたんで、もう今は徒歩とバス、地下鉄で3万円が5000円くらいね、うん、そうなって歩く、ね、歩く頻度も増えていいですね。カーシェアも初めて使いました、タイムズ使ったし、うんうん、なんかあれありますね、スクーターの借りるやつ。そうそう、あの実は福岡って東京と同じ電動スクーターあるんですよね、キックボード。あ、キックボードはまだ見てない。スクーターがあったんですよ。スクーターですか？バイク。スクーターもある、ある、ある、ある。原付きがあって、はい、あれも気になってます。そうだから福岡って自転車と原付きと電動キックボードが街中にシェアであるんですよ。めっちゃいい、うん、まだちょっとチャレンジしてないですけど気になってます、うん、そうそう、だからあとカーシェア、うん、タイムズ使われてるんですね。いや、カーシェアめっちゃいいですね。あれすげえ、ガソリンタダかと思って、ね、びっくりしました。だったら15分で確か220円とか、うん、なんか15分200円くらいでガソリン代込みですもんね。ガソリン代かからんから、1日借りてもなんか5000円7000円とか6000円とかですもんね、うん、びっくりしました。週に1回乗るとかだったらそれでいいですもんね、うん、そう、安っと思って、うん、いい、とてもいい、うん、車いらないですね。そうですね、この辺り住んでるとっ、うん、っていうので、その辺りも実は身軽になってるという、うん、事故る心配もなくなっても、うん、安心。素晴らしい、うん、じゃあ結構生活費も安く抑えられるようになったって感じですか？ちょっと家賃が上がったんでそこですけど、うんうん、あんま変わんないですね。まあでもそこ入れても、うん、うんうん、まあ、しかも前よりだいぶ都心ですからね、うんうんうん、前は結構そういう車で送迎してもらった記憶があったけど、うん、そうそうそう、今はもう本当に都心部なんで、周りもなんか結構スーパーコンビニとか充実して、うん、っていうので、そうなんですよ、うん、暮らしやすい。あとなんか変わったことありますか、この2年間で。2年間で変わったことなんだろうな。僕たちもね、まあ、ちょいちょいたまにご飯行くとこあったんですけど、この新居に来たのは初めてだし、うん、まあ、動画撮るのはちょっと2年ぶりとかなんで、そう、いや、めっちゃ楽しいですね、うん、いや、あのミニマリストが、はい、発信が楽しい、はい、それしか考えてないですもん。確かになんか2年前と違うのは、うん、結構僕が YouTube で紹介した時とかは、まあ、なんか軽くインスタちょっとやってますみたいな。そう、まだ多分
2000人とかですかね、分かんないけど。 YouTube チャンネルも多分なんか1000人いないぐらいみたいな。そう、会った日に1000人超えて、はい、わーってなって で多分紹介してもらって 3,4,000人になったんですよ。おー、でそこからあんま更新しなかったですけど、 YouTube は着々と少しずつ伸ばして。いや、小野ちゃんさんにはぜひ発信活動を続けてもらいたくて、というのも、まあ、僕みたいな一人暮らしのミニマリストとか、うん、まあ、パートナー同棲してる人の発信はちょいちょいいるんですけど、まあ、結構ここまでお子さんいてがっつり発信されてる方って本当に少ない、貴重なの で特にここまで洗練された方なかなかいないので、ぜひこうお子さんのいる、うん、お子さんいるけどミニマリスト目指したいみたいな人のこう参考になればいいなっていうので、うんうん、そうぜひ続けてもらいたいし、あとね100人ぐらいで1万人いくそうなんで、ぜひあの概要欄に小野ちゃんさんの YouTube 貼ってるから、ぜひあと何人くらいお願いします、ね、ちょっと見に行きます、はい、あしかも俺なんかちょっと待ってくださいね、違う人の貼ってる、ちょっとコメント、ちょっと待ってこれ合ってるかな、ちょっと確認しよう、あの概要欄ちょっと張りミスってますねあの小野ちゃんさんって調べると出ます。なるほど、もったいないことした、まあ、アーカイブで見る人は多分問題ないんですけど、まあ、リアルタイムで見てる人はなんか違うチャンネル飛んでるかも大丈夫です、はい、今ちょっと貼るんで、ぜひこれはねフォロー、チャンネル登録必須っていうので、やった、はい、これです、今新しいの貼りました。これが小野ちゃんさんの YouTube チャンネルで、うん、生放送しかしてないです、生配信しか。でもなんかルームツアーとか空いてますね、うん、あそう、たまに動画も作りますけど、うんうんうん、なんか生配信向いてるっぽいくって、はい、しかやってないですうん、うん、向いてることしかやってないとか。でもなんか普段の Vlog とか、うんうん、ちょっと前に日常家事とか料理系の様子とかをなんか動画上げてたりするので、うん、ぜひ、あ福岡の Vlog とかある、あとなんか交流ミニマリスト交流会みたいな、さっきあのなんか欲しいものリスト送ってもらってたじゃないですか、うんうん、ファンの人とかはどういう風に交流してるんですか。あもうボイシーですね、基本ボイシーで毎日生放送やってるんで、うんうん、あのそこですごいやっぱ生放送聞くのもするのも多分すごい仲良くなりやすいんですよね、距離が近くなりやすいですよね、うんうんうん、毎日やってるんで、もうそれを多分1年半ぐらいやってるんで、それで仲良くなりすぎちゃって友達みたいになっちゃって、はい、でなんかあの特にコアな人たちがいるんですよ、はい、課金してくるような振り込んでくる人とかいるんですよ、はい、すごっいるから、小野ちゃんのそうなんか口座にパトロンみたいになって、そう振り込んできてアイス買ってって言って送ってくる、はい、ね、とかいるから、まあ、なんかちょっと一丁作ってみるか、あ最初はそっかお片付けのコミュニティと思って作ったら、はい、なんか別にそんな片付けいらんみたいな言われたから、じゃあ私もじゃあファンクラブ的な感じでって言って作って、はい、インスタのチャットでこうグループになってて、40人ぐらい今いるんですけど、それをもうなんかチャットしたり、まあ、そこだけの配信したりとかしてますけど、そう。でも小野ちゃんさんのそういうファンの人ってどういう、なんか子供がいるミニマリスト目指してる人なんですか、どういう人が見てるんだろうと思って、30代後半から40代のやっぱ主婦の方がほとんどですね、で子供いる方がほとんどですね、やっぱ、うん、なんか、うん、なんでしょうね、あの自分で言うのもなんなんですけど、はい、好きみたいです私のこと、おなんかカリスマ性がある、いや同じ、はい、そうなんかなりたいみたいな、うん、あこの間一生懸命どういうことっていろいろ聞いてた、あ、うん、分かったなりたいんですね私にみたいなことになって、はい、結論になってそうらしいですよ確かにお子さんいる人だったら、うん、小野ちゃんさんの生活マジで憧れると思いますね、てか僕も仮に今後じゃあ結婚して子供できてとかなった時にどういう生活したいかなとかなって、確かにこれくらいの物流生活できるんだったら今と全くストレス、子供いてもなんかその物が増えてストレスがとかならなさそう、これで生活できるんだったら、うんうん、ならない、むしろ楽しそう、楽しい、うん、まあ、あと多分なんですけど子育てって大変じゃないですか、時間かかるしお金も、うん、って別に、まあ、特に今小学校低学年だからまあ少し目離しても良くなってると思うけど、うんうん、もっとちっちゃい頃赤ちゃん幼稚園の時とかってもうなんか夜泣きしたり大変っていう時にやっぱりこう物少なくて家事がしやすい、そう時間とかお金に余裕があると子育てにお金もかかるし時間もかかるしっていう中でどうですか、物減らすと子育てしやすいとか。
あ、しやすいしやすい、余計なことを考えなくてよくないですか。っていうか物を減らすっていうのはあれですよね、私的にはその思考の整理のなんか入り口みたいなことを減らすのの練習が物だと思ってて、物を減らしたらなんか、あ、これいるんだったいらないんだったっていう取捨選択の練習になって、それが終わったら次ことを減らすってな思ってるんですよね、うんうんうん、それがやっぱ子育てしてるとめっちゃ無駄なこといっぱいやってるんですよ、はい、なんか人の目を気にしてとか、あ、子供にこんなことした方がいいかしらみたいな、そういうすごい人の目を気にしてとか世間を気にしてっていうことがたくさんあるから、なんかそこ物を減らしてことを減らすのところがめっちゃ大事だと思ってて、でなんか、あ、こんなにいろんなことに縛られてたんやみたいな感じで、あの楽になる人がいっぱいいるんで。なるほどね。物を減らすことによって、うんうんうん、まあその家事含めて、まあ、なんか動きの無駄が減ったりとか、うん、まあ、無駄なこと考えなくていいからストレスが減ると か、 なんかママ友と仲良くしなきゃとか、ママ友、はい、PTA とかママ友とか、なんか発達が遅いわとか、うんうんうん、気にしなくていいじゃないですか、はい、まあまあ気にしないといけない場合もあるけど、そう、気にしすぎることが多いんですよね、うんうん、子育てしてると。なるほどなるほど。そう、なんかそれをもう物を減らしたのと同じでこうことを減らすみたいな、うん、LINE のグループ抜けたりとか、うんうんうん、ってやって楽になった人が私のリスナーさん多いですね。あ、物を減らしてこと減らして楽になったみたいな、みたいな。すごい。だからそうですね、その、うん、まあ家事のやりやすさとかもあるけど、そういった思考の部分の変化が大きかったっていう。 そっちの方が大事かと、うん、あ、練習だから物を減らすのはでもきっかけになったんで、うんうん、はい、私も本当に物を減らさないと多分そういう昔はだからすごい縛られてたんですよ、うん、いろんなことに、うんうん、で物を減らしてなんか、あ、自分はこれでいいんだって、なんかここもやらなきゃって思ってたけどこっちだけでよかったんだ、じゃあもういいやって捨てる勇気がこう湧くじゃないですか、捨てていくと、はい、で物を捨てる勇気も湧くと、ことを捨てる勇気も、あ、もう LINE やめたれとか、うんうんうん、LINE やめたんですよね私とか、うんうん、そういうのとかができるようになってすっごい楽みたいな。すごい、ママ友ゼロ。確かに僕 LINE、はい、おのちゃんさん知らないというかないから、うん、あの基本インスタの DM とかでやり取りしたりとか、うん、ちなみにそうなった場合って今なんだろう、子供のやり、あのお子さんのやり取りとか、なんかメールとか電話とかないんですよね。何も PTA もやめたんですよ。あ、うんうん、受けてだからない。あ、じゃあ確かにいらないか。でも学校からはもう電話で先生からかかってくるん で、はい、それだけ LINE である人ないもんな。なんか前の学校とかはあの、はい、PTA のグループとかがあったりして、うんうん、結構なんか意識持ってかれたりとかしたんで、もう引っ越しと同時に PTA は入りませんって言って抜けて、はい、それでなんか何もなくなりました。だからすごい、うん、っていうところで、まあ、物減らすとそういう家の中だけじゃなくて、まあ、自分の在り方とか、ね、そういうこと、人間関係も含めて整理できるようになるっていうのは本当に思いますね、うん、でも、うん、そうなんですよね。っていう感じで、あのちょっと小野ちゃんさんの YouTube チャンネル、あのコメント欄の固定のところに貼ってあるんで、ぜひここから見てもらえると、そうそう、気になることいろいろあるな、そうそうそう、っていう感じで、うん、あとなんか防災の話とかすごいなんかえめっちゃ再生されてますね。あ、1年前5万再生。ハンナちゃんのやつか。確かに小野ちゃんさん、うん、なんか防災への意識すごい高いなっていうのは確かに見てて思いました。好き、うん、ヘルメットとかもそうだし、うん、不安なんですよ、不安症。あ、意外。不安障害っていう病気なんです私。ちゃんと正式な診断が出てる。それでなんか安心できないと。はい、うん、そうそう。だからちゃんとなんかその YouTube で防災士の方、専門の方呼んでなんか喋ったりとかしてて。あれ友達なんですよね。友達で、はい、そう、防災士の資格取って、はい、なんかいいねそれって、私も好きなんで防災のこと、はい、いろいろ家行って聞かせてもらってでしました、はい、で詳しくなって、あ、じゃあこれだけ持ってればいいねみたいな、なんかなんとなく備える人が多いんですよね、はい、やっぱり。だからちゃんと考えてちゃんと備えればそんなにいらない資料もあれで済むし、うんうん、ねみたいな、うんうん、そうだからなんか多分ここ見れば防災何置いてるかっていうのがもっとより詳しく分かるので、ぜひちょっと概要欄のリンクから小野ちゃんさんの YouTube とかね、結構今の増えた、あと60人ぐらい増えたな、はい、マジっすか、もうちょっと、はい、やったー、いや最初のちゃんと張りミスしなければもっと増えたと思うんですけどありがとうございます。まあまあアーカイブあるんでね、うん、はい、いや、ちょ、今日中に100人行きたいんで、ぜひ。だからね、お子さんにいるミニマリストは絶対小野ちゃんさん参考にした方がいいですね、うんうん、やっぱ僕とかよりも、まあ、当然ね、もう
今リアルでやられてる方なんで。でも私も渋さん最初見た時に、うん、いや私子供がいるから無理だわって思いましたもん、うん、同じこと思いました、僕みんなが言ってるようなこと思いました、はい、うん、思いました。でもできた、できた、そう、できた、ここまで人がいたから、うん、そう、なので、なれるんですね、うん、そう、だからあの放送後に、はい、そう、あ、渋さんのところでおなちゃんを知りました、子供がいてもこんなに減らせるんだと衝撃を受けましたってめっちゃ言われましたね、うんうんうん、めっちゃ言われて。そうなんです、減らしてる人がたくさんいるし、僕ももう今小野ちゃんさんから学ぶことも結構あるというか、やった、ね、さっきの大皿盛らないとか確かになとかちょいちょいあって、うんうん、あとね、物選びもすごいね洗練されてる、いいな、あの畳めるやつ欲しいなって思いましたもん僕あれいいですよね、かわいい、うん、いい部屋だ、うん、よかった、はい、っすいません、僕あのちょっとティッシュで花をかんでくるんでちょっと一人で喋っておいて、あ、あれ持ってきてます、はい、よかったあとちょっとバッテリー確認しようっていう感じで質疑応答をゆるゆるやっておりますので、ぜひちょっと皆さんいろいろ質問してください。ちょっと僕は花かんできます、何にしようかな。いたたたた。どうもありがとうございます皆さん。いつもの方々がいる。YouTube 拝見します。ぜひお願いします。質問あったかしら。あ、ボイシーね。あ、ボイシーはだからあの毎平日は毎朝8時半から質疑応答やってるんです私。それでもう。あの物の減らし方とか収納とか思考とか全部話してるんで、もうぜひ使ってください、物減らしの時に。ふすま、あ、42、すいませんお待たせしました。おのちゃん好き、おのちゃん大好きです、おのちゃんになりたい、おのちゃんに憧れてます、すごいカリスマになってるはい、うんうん、PTA って絶対入らないといけないのかと思ってましたっていうと、PTA ってすみません僕もちょっとあんま詳しくないんですけど、うん、具体的に何やってるんですかあれって。学校によって違うんですけど、はい、基本的にはウィキペディア見たら、はい、基本的には義務ではないらしい、はい、へえ、うん、PTA のウィキペディア見てあるんですよ、見てみよう、はい、任意の団体って一応書かれてるんですよね、だから抜けれるはずなんですけどね、はい、しかも PTA って何の略なんだこれ、うん、ペアレンツ、わかんないです、はい、ペアレントティーチャーアソシエーション出てきました、はい、まあ、うん、親と教員の団体、そのままの、はい、学校によって違うけど、はい、なんかなんだろうな、あの確かにバザーとか、あー、はい、やったりとか、うんうん、なんか体育祭でも運動会か行ったらやっぱ PTA の方が写真撮ってたりとかしたりとか、はい、何もないとこもありますよでも。なんか確かに今ウィキペディア読んでるんですけど、はい、確かに加入結成や加入を義務付ける法的根拠はなく、うんうん、まあ、全て児童生徒のための無償ボランティア活動というのが本来のあり方であるっていうの。そう、でも PTA 楽しいって言ってる親は見たことないみんな文句言ってるんですよ、そう、みんな文句言ってるので、はい、うん、まあ、言うぐらいならやめたらいいのにって思うっていう、うん、いや僕も別に子育てしたことないけどなんか PTA 楽しいってやってる発信を見たことがない今のところ、ないですね、うんうん、まあ、なんか 子育ての悩みの一つみたいな、そう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 、うん、でしたでした、やっぱり前の学校でもなんかちょっと文句言われたりとかしてめんどくせえみたいになったりとか、うん、したし、うん、やめようかなって何回も思いました前の学校でも、うん、思ったけど、福岡市でもあれめっちゃいいなと思って学校が、はい、違うんですよ宮崎と、ほうほう、なんだっけな、はい、どう違いますか言っといて思い出せみたいな、その福岡市ならではの、うん、PTA はあるんですよね、 PTA あるんですけど、学校にもよるのかなって思うんですけど、はい、なんかうちの学校算数セットがまずなくて、算数セットがない、算数セット覚えてます、え、あの棒とか入ってるやつ、棒、なんかあれですか、おはじきとか、え、演習書くやつとかですか、演習書くやつ、え、何、算数セット、コンパスとか、え、わかんない、算数セットあったっけな、1年生の時になんか棒が入ってたりとかして数の練習する時に 1,2,3 みたいな、はい、おはじきとか、はい、なんか棒でこうなんか数をこう
数の練習ですよ。1とはみたいな、1、2、3とはみたいな段階の時に使う、なんかこう箱に入って、絶対してますよ、分かんない絶対してますよ、はい、こんくらいの箱に入ってる、もうザーっていっぱい細かい部品がバーって入ってるやつがあって、はい、全員買わなきゃいけなかったりするんですよね、基本、はい、だからもう貸し出しだったりとか、うん、買わなくていいんだ。そう、いや福岡市が結構進んでる説ですね。うーん、とかなんか鍵盤ハーモニカ貸し出しだったりとか、はい、こういうやつありましたよ、ま、私が子供の時あったんで、こういうのを貸し出してくれるっていう、ハーモニカとかも貸し出してくれるんですか？鍵盤ハーモニカもうちの学校はもうレンタルすごだし、はい、体操服も自由なんですよね、うんうん、あとなんか帽子が、はい、どうでした、帽子がなんか赤白帽で私は登校してたんですけど、子供の時も、あ、黄色い帽子あった気がします。それ1年生ですかね、多分多分、うん、なんか自由なんですよね、帽子が福岡市で、はい、でも赤白帽があるから、いや、うんうん、赤白帽で行けよって言って行かせてたら、なんか、はい、赤白帽の子ってあだ名がついちゃったらしくて珍しくて、はい、そうなんか、うんうん、みたいなのとか、あ、全然違うなと思って、なんかあと先生が楽してるかも、普通よりも、普通とか宮崎よりも、うんうん、はい、なんかなんだろうな、学校でなんだっけ、箸を持参だったりとか、うん、水筒持参だったりとか、多分先生の負担が相当軽くなってるのをなんか端々から感じますよ、はい、やっぱなんか進んでると思って。そう、福岡市はね、日本一進んでる市だと思いますよ、東京とかよりも、まあ、高島市長っていうイケイケの方が、ね、やってるんで、まあ、元アナウンサーの方でめちゃくちゃお若い方が市長されてるんで、うん、多分ね、まあ、コロナの時の飲食店の援助とか含め、まあ、もろもろ福岡市は結構手厚いです。しかも税収もね、もう毎年どんどんうなり上りで増えてってるんで、儲かってるし、まあなんか市長がなんだろうな、まあ、福岡市を経営するみたいな本出してるんですけど、うん、もうちゃんと町のこと考えてくれて、ね、税金の使い方も含めて、まあ、多分子育てとかも含めてすごい力入れてるところだから、めちゃくちゃいいです、暮らしやすいと思いますね、そう、新しいと思って、うん、そうね、でしたでした、はい、算数セットない、ないんだ。そう、驚かれますよ、はい、うんうん、なるほどね。なんかあと放課後に今日、うんうん、なんかなんだろう、遊ぶ場所を開設してて、これは市がやってるってチラシ見ました、うんうん、遊ぶ場所じゃない、ないじゃないですか、うん、放課後に。だからその預けはしなくていいけど、運動場でこう開放して、なんかなんだろうな、あの県の方かなんか見に来てて、毎日放課後でこう、放課後こうみんなで遊べるみたいな、福岡市の授業でやってるって、それもめっちゃいいなと思って。確かに、うん、そういうのもすごいいっぱいあるとか、なんか GPS を福岡市と九州電力が提携してて、はい、なんか GPS の端末をなんか買えるやつとかいっぱいあって、福岡市すげえってなりました。そうだから、子育てするのって多分ね、住むエリアも大事ですよね、うん、すごい、まあ、そう、もう僕も最近やっぱり今、もう3月で29になるんで、ちょいちょい友達が結婚して子育て始めたりとかで言うと、例えば東京とかでもなんか千代田区だと子育てしやすいとか、なんかいろいろみんなから聞くんですけど、ね、保育所預けやすい、なんかもろいろ聞くんですけど、なんかやっぱ住む場所によって子育てのしやすさってだいぶ変わるなと思いました。いや、楽になりました。うん、うん、物持たなくてよくなったし、そう、福岡市に来れたのも身軽になったから、なった、引っ越し楽だからね、なったから、はい、そうそう、よかったです。いい、まあ、入り口はね、同棲するためでしたけど、そうそうそう、はい、うん、あ、今はもうランドセル持つのも自由になりました。あ、確かに、なんかランドセルじゃなくてリュックでいいみたいなところもあるらしいですよね。そう、それにすればよかったと思って、本当にランドセルなんですよ、うちは、はい、だからちょっと重いだろうなって思わせて思ってるけど、リュックみたいなのいっぱい売ってて、うんうん、ニトリとかにも売ってて、ニトリのリュック使えるんですか今。ニトリのなんかランドセルみたいなの、ランドセルっぽいリュックがあって、はい、軽くて 500g ぐらい多分軽いんですよ。500g って言ったら結構、結構違う、結構違いますよね、はい、リュックで500だったら全然違う、うん、軽い。今通ってる学校は自由なんですか。いや、わかんないですね、もうランドセルだからランドセル持たせてますけど、はい、わかんない、他の子はでもみんなランドセルかな。うん、うん、でもやっぱそのタブレットとか持って帰ってくるんで、まあ、パソコン、はい、あのパソコンより重いような持って帰ってくるんで、いや、もう、うん、かわいそうですやっぱ。そう、まあ、小学校のね、うん、まあ、ランドセル自由化って要はなんか大人よりも今小学生の方が背負ってる荷物の重量重いらしいんですよね。重い、重い、そうそう、っていうので、まあ、教科書とかもそうだし、なんか運動着とかもろもろ、それで要は身長が伸びないというか、う
子供になんか子供の身長とか体重に対して、まあ、適切な重量ってあるんだけど、それを超えて背負ってるから、まあ、発達その身長伸びるの遅くなるとか、まあ、もっと言うと後ろに転倒して怪我して危ないとか、まあ、まあいろいろなんかニュースになってるのは見ましたね。まあ、だから置き弁とかもなんか今もともとダメだったけど、今結構置き弁 OK の学校とかも増えてるらしいんですけど、ね、ランドセルね、そうだから自治体とか学校によってもその OK ダメとかいろいろあるだろうから、うんうん、っていうね。渋さん昔の記憶あんまりないのかなって。本当に覚えてないです小学校の時、うんうん、この時な。いや小学校覚えてないですよ、私も。俺マジで覚えてないですよ、ね、覚えてない、うん、5個ぐらいしか覚えてない、はい、算数セットあったとしても記憶にないです、うん、あ、これはね、これ読んでいいですか、はい、PTA 負担で買った記念品やコサージュなど入ってない方はもらえないんですよって書いてるんですけど、うん、これもらえるんですよ、うちは、はい、もらえるんですよ。だから PTA に入ってないと、はい、PTA から配られるなんか文具とか、うん、なんかあるんですよ、節目節目であって、はい、私辞めますっていうのを伝えた時にお手紙をもらったんですよね、 PTA の会長さんから、はい、もらって、あのうちは平等をちゃんと守りたいので PTA からの贈り物とかプリントが配られることがありますがご了承くださいってご丁寧に言っていただいたんで、うんうん、このうちの学校はこれはないんですよ。そうでもこれ差別がある学校もあってね、そうすんなよって。そうだから PTA 問題ややこしいことって、うん、そのちゃんと法的な義務がないがゆえに学校によって多分差があるんでしょうね。そう、やめられないって言われましたとかも聞くし、いろいろあります。おさみたいなのがいて、おさPTA ってそもそもトップにいる人は学校の人なんですか、うん、それとも親御さん、保護者、保護者ですよね、ですね。なんか政治じゃんそれも。なんかあのよく前の学校とかは、うん、その動物園の園長さんとか、うん、なんかちょっとお偉い地域でもなんか目立ってる方だったりとかしましたね、うん、はいはい、町内会みたいな、そういう感じのイメージだから、うん、なるほどね。そう、でも学校によってはあるかもしれないですね、これもね。学校によっていい PTA もあれば良くない PTA もあるから、うん、そうそう、大変だな。大変ですよ、本当、はいはい、うんうん、はいはい、うんうんうん、とか他にこれ突っ込みたいみたいな、まあ、コメント読んでるんで、うん、いや僕ちょっと本当子育て経験がないので、そこら辺の話もなんかめっちゃ勉強になります。八木、うんうん、さんとの対談動画を拝見しました。そう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 、あの、まあ、僕八木仁平くんっていう自己理解のお友達と、まあ、ルームツアー、八木くんと撮ったルームツアーも30何万再生とかされてて、まあ、あの犬がいる超ミニマルの部屋の男の子ちょいちょい動画撮ってますけど、見ました見ました、出てましたよね、出てました、応募しました自分で、そう恋愛が一番好きみたいな、そうそう捉え方が湾曲しているサムネがなんかそんな感じ、そうそう、はい、だから私にとっての教祖様4人いるんですよ、はい、渋さんでしょ、はい、風の民さん、はい、八木仁平さん、川原拓海さん、はい、なんですよ、はい、まあ、本がありますけど、ヤギさんの本はもうリスナーさんに譲りましたからね、あります、はい、読みましたからちゃんと、はい、そうそう、その4人、はい、で、そうそう、いや本当にめちゃめちゃ救われて、たまたまだから中田敦彦さんので3年前に見て、あ、そうそう、自分の やりたいこと探しの見つけ方みたいな、そうそう、で匠さんのなんか講演会見てたら、はい、あ、この人あの人だみたいな、はい、なって、あ、こんなに大丈夫ですか、いや多分こういう、うん、この動画ですよね、中田敦彦さんの、うんうん、そう、まあ、この本の著者です、八木くんは、そう、はい、それで見て、はい、何回もその分析をして、うんうん、まさかお友達だとかっていう、あ、そうびっくりしました。そう、しかもこんなになんかね、あの八木くんも一時期福岡住んでましたからね、まあ、キャンピングカー生活っていうので、八木くんはね早稲田大学卒なんですけど、新卒で入社せずに、新卒で会社入社せずにフリーランスになって、すげえ、でもうブログ一つで生計立てたから、キャンピングカーで身軽に移動しながら、もう物も少なかったからキャンピングカーで生活しながら暮らすみたいなのをやって、で地域福岡住んでたみたいな、すごい、そうだったんですね、めちゃくちゃあれにあの影響、うん、影響というか泣いてましたもんね、感銘受けて泣いてましたっけ私なんか、まあ、そんな感じのそんな、はい、めちゃくちゃあの勇気をもらって、うん、言葉に、
あ、すごいこの人ってなりました。めっちゃファンをもらう。まだ続いてるんですよ、それが持続して。うん、そうなんですよ。なんでぜひ。すごい。多分ね、その後日談とかも小野ちゃんさんの YouTube チャンネルにあるんですよ。コメント欄とかからぜひ。うん。渋さんが結婚して子供できたらどんな感じになるかめっちゃ興味あります。想像がつかない。でも僕ね、子供買ったらマイホーム欲しいんですよ。子供買ったら、あ、子供買ったらじゃない、子供できたら多分なんか前も言ってた気がします。子供買ったら、子供できたら僕多分ねゴリゴリにマイホーム建てて、はい、もう子供向けになんか部屋とか自分デザインしたいみたいな、なんか家族向けに家の空間をデザインしたいみたいな欲求があるから、自分一人だったらまあ別に賃貸 DIY とかでできるけど、うんうんうん、子供がそうですね、なんかそういう欲求がまず一つある。へ、うん、楽しい。それはそれでとか、うん、子供の部屋どういう風に収納を作ろうかなとか、うん、その収納入りのかとか、なんかもろもろ、そういうことは考えて、とかイメージがつかない、うんそれしか出てこなかった、はい、とか、そうですね、はい、で、ちなみに僕別居婚したいみたいなことを言ってたりするんですけど、うんうん、まあ離婚されてることも言ってますよね、まあ、もちろん大丈夫です、うん、余裕でで言うと、なんだろうな、別居するときとかってあります？それで ありますよ。別居2回してます。おお、それで子育てするときってどうでした？うん、なんか、ああ、いや意外と楽なんですよね、はい、旦那さんいないと、あ、うん、楽なんですよこれ、はい、別れるかもしれないですけど、はい、なんか離婚したいしたいって結構やっぱ言ってる人多くて、はい、洗濯物がまず半分になります家事が楽と、いや、めちゃくちゃ楽になります。まあ大変ですけど、自分が体調不良だったりとかすると、まあ、預けられなかったりとか大変ですけど、いや基本はやっぱ旦那さんいないと楽になりますね。確かに。うん、なんか今って、まあ、ドラム式洗濯乾燥機とかお掃除ロボット食洗機とか、もっと言うと家事代行とか安く入れられるから、僕も多分結婚したらそういうのガンガン入れるんですけど、うん、だから別に旦那さんと奥さんで家事分担して楽になるとかないですもんね。そんな昔ほど。むしろ増える。増えます。そうそうそう、増えますもんね。人が増えたら。なんかご飯もしかもちゃんと作んなきゃってなるんですよね。いると、うん。子供と自分だけだったら、まあ、うん、なんとなくでいけるじゃないですか。分かんないから子供は。うん、はい、ね、なんかこう旦那さんやっぱ求められてなくてもなんかちゃんとしなきゃって気になっちゃうんですよね。うんうん、ご飯と洗濯すごい変わりました。なるほどね。まあまあ、まあうん、まあ離婚したっていう前提があるから、まあ、うん、まあ夫婦円満なパートナーと暮らすってまた変わるかもしれないけど、その、うん、ね、そう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 。はい。確かにね。うん、とか、はい。でも僕も結婚したらどうなるかはやってみないと分かんないですからね。うん、はい。うん、お二人ともフリーランスですかみたいな、働き方も理想ですってコメントがあって、今小野ちゃんさんどうですか？あ、そうです、私仕事辞め、あれ2年前は後かな、まだカメラマンしてたと思います。もともとカメラマンされてましたもんね。そうです、そうです、商品撮影してたんですけど、辞めた、あのこのために辞めたというか、なんか流れ的に、うん、あ、これは辞めるかみたいな流れ、自分で選んだわけでもなく、はい、っていう感じでなんか辞めることになったんですけど、多分本職よりも今の発信活動の方が稼いちゃう、うん、いあ今はでもそうですね、うんうん、いつか辞めようと思ってたけど、こんなに早く来るかみたいな、まあでもやってみるかみたいな感じでやったら、あのちゃんと生活費稼げるようになってんで良かったです。なんか、うん、例えばさっき言った、まあ、なんか発信活動もそうだけど、片付けとかやったりするんですか？その塩さん。あ、まあ、頼まれたらやりますけど、うんうん、あんまりこうそんな、いや楽しいんですよ、超楽しいんですけど、はい、そればっかりってなるとちょっと違うなって思ってて、うんうんうん、だから、まあ、頼まれればやります程度で、まあ、たまにやってたりとか、うん、楽しいですけどね、うん、っていう感じでお互いフリーで頑張ってますね、うん、すごい。あの時2年前はどうだったのかな、まあまあ、でもあそこから本当にね、そういうお子さんがいる家庭でミニマリストの発信やって、まあ、本当にみんなに需要があるというか、よかった、うん、そうですよ、なかなかみんなこれできないから、うん、はい、まさか稼げるとは、
思ってなかった。小野ちゃんあと90人で1万人とかでちょじわじわ増えて、お願いします。多分アーカイブにリンク貼り替えたら多分もう今日中行きますね。あ、ぜひ1万人今日達成。ちょっと繰り返しになりますけど小野ちゃんさん1万人今日目指してるんでお願いします、はい、お願いします、お願いします。コメント欄にリンクが貼ってあって、うん、えこの動画見てほしいみたいなのあります？小野ちゃんさんおすすめの動画なんだろうな。一番再生されてるのはでも服、あ服ですね、はい、この時よりだいぶ減りましたよね今。え、あなんか今一番再生されてるのが 9.7 万回、うんうん、2年前の小野ちゃんさんの服、ね、34枚って書いてますよ。15ぐらいです今、半分になってる15ぐらい、うん、なんか今見てたんですよ小野ちゃんさんのなんかこういう昔の、これが当時34枚って書いてますね、うん、今15枚くらいらしいんで、そうだから小野ちゃん、まあ、要は結構服装選び、まあ、ママの方、女性の方でママの方で服装選びどうしてるかとか、うん、めちゃくちゃリアルにマスクしてるのがコロナ禍を感じますねそうですね、なんか女の人でちょうどいい人がいないみたいな感じだったずっと、はい、うんうん、女の人ってコンサバか、はいはい、コンサバかコンサバしかコンサバかコンサバかみたいなしかいなくて、まあ、スカートに切れ目切れ目みたいな、そう、はい、まあ、少ない数だけど、うん、なんかそういうのじゃないんですよっていうので、だから私は渋さんとか、はい、トミーさんっていらっしゃるじゃないですか、はい、あの方とかを参考してたんですけど、いやでもこれを女子に落とし込むにはちょっとなみたいな感じで、はい、ちょうどいいなかったところをなんかいけたみたいで、はい、いやこういう人がいなかったって言われますね。いいミニマリストの服装なんだけど、はい、ミニマリストっぽい服装なんだけど女みたいなのが、うんうん、確かにいないわ、うん、ってなって、はい、よっしゃってなりましたよっしゃ。なんで服装選びとかも、うん、そうですね、小野ちゃんさんの YouTube チャンネル見ると具体的に載ってるんで、うんうん、この動画見てほしいとかあります？女性ミニマリストなんだな、うんうん、いや面白い見てて、うん、はい、あと家計簿とか公開してるんですね、うん、ああこの間、はい、内容だけバーって一部、え、じゃあ、うん、例えば家賃とかそういう家賃は NG なんですけど、まあ、大体生活費トータルで20万ぐらいっていう感じでした。 お子さんがいて全部込みで、うんうんうん、もうこれ以上減ないよな。生活費っていうかあれですね、あの使った金額トータルするとそのくらい、うん、まあ、最低限だともっと安いですけどとか、あ、なるほど、うん、まあ、先月ちゃんと1ヶ月丸々生活で使ったお金が20万円だった時、うんうん、まあ、安いんじゃないですか。だって20万円の出費って一人暮らしの人とかで結構そのぐらいみんな使ってる、ね、私も使ってましたねだから本当にお子さん2人いて21とか2とかの出費でしょう、うん、でも絶対安いですよ多分。安いとは思うけど、うん、ね、うん、前はだから減らす前は服に月5万ぐらいかけてて、はい、もう服執着がみたいな執着すっごい服にしてたから、はい、毎月買って買って満たされないみたいな感じだったんですけど、うんうん、減らしてからそれがなくなってすっきり。小野ちゃんさん自身もだからここ2年で、まあ、ミニマリストの発信してるから、うん、最初から少ないと思われがちなんだけど、まあ、当然僕らもねやっぱ日々ブラッシュアップしてるから、うんうん、2年前とで相当、ね、身軽になってますけど、めちゃくちゃ苦しんでました私も、うん、苦しんでました、うん、っていうので、なるほどね、うん、すごい。そんな感じで家計簿とかもなんか載せてるんですね、うん、とかあと思った、はい、なんか小野ちゃんさんの部屋って海外の人にめっちゃ見られてますよね今。あ、リール。そう、なんかインスタグラムとか YouTube のそのショート動画みたいなのなんか小野ちゃんさんが上げてて、まあ、毎日のなんか Vlog とかルーティンとか、へ、なんか布団畳むベッドメイキングしてる様子とかをショート動画で上げてたんですけど、そう、めっちゃ見られてますね。なんかリールってみんな文字入れてるじゃないですか、はい、私あれができないんですよ、はい、あ、はい、もう無理と思ってなんか企画して、うん、どういうリール作ろうかでこういう流れでこの文章入れてこの映像撮ってっていうのができなくって、はい、あ、どうしようってなった時にあのいろんな人見て、あ、そっか私が得意なのはビジュアルだからと思って、そうそうそう、同じやったんですよ、はい、まあ、最初だからパクったんですよ、はい、あ、なんか半分パクりました。似てるなと思いましたけど、はい、一番最初はそっか文字入れなくていいんだと思って、うんうん、私もじゃあちょっと非言語でやろうって決めていろいろやっていくうちにちょっとオリジナリティ出せるようになってきて、はい、それでなんか海外で伸びて今フォロワーの
4割ぐらいが海外なんですよね。すごい海外人気もすごいですよ。なんかおのちゃんさんだから物少ないだけじゃなくてなんかこう美しいんですよね。もともとカメラマンやってたりとか、うん、まあ、家具選びとかもそうなんですけど、なんかビジュアル強いですよね。こだわりがすごい強いから、うんうん、そうそう、多分そこ含めて僕ら話が多分価値観が合うんですよね、うん、僕もそうだ。結構ルームツアー行ったりとか仲良くしてるミニマリストさん、結構そういうビジュアル面も含めて美しいというか、うん、減らしてるだけじゃなくて見てて美しいみたいな人が多いんで、そこのちゃんさんのなんかいいところだなと思いますね。非言語っていうのをね、うん、なるほどと思って、そう、もう言葉これいらないじゃないですかもうこの部屋も、そう、そこちょっと参考させてもらいました。はい、で海外のインスタのリールめっちゃ研究して考えて、うん、あ、これをやるか、うちでこれをやるかみたいなってめっちゃやってます。そうそう、小野ちゃんさんの美的センスが抜群とかコメントがありますけど、やった、はい、やったね。もし YouTube の銀の盾が届いたらそれはお部屋に置いておきますかで言うと、僕もらえるんですけど一応。あ、そうですよね、気になってた。 YouTube の銀の盾ってあれ10万人いったらもらえるから、もう当の昔にあれ一応申請したらもらえるんですよ。うーん、10万人いったらなんか申請ボタンが表示されて届くんですけど、もう何もノータッチなんで届いても飾る場所ねえしなみたいな。あ、そうだったんだ。感じなんで僕は受け取ってないですね、そもそも受け取る予定もない。うん、今のとこそうなんですね。自分の部屋、あの部屋、うん、置いてもなと思って、うん、とか、あの僕の部屋って隠すとこないから、あれをなんか部屋リビングのど真ん中置いたら、知らない人仮に家に呼んだ時に、え、YouTuber なんですかみたいな、なんか、うん、あ、なんかそっか、業者さんとか、まあ、なんか突っ込まれるの面倒なの確かに、はい、確かに確かに、うん、そうなんですよ。あれは別にもらって捨ててるとかではなくて単純にもらってないですね。そうだったんですね。申請とか知らなかった。実は申請制です。へ、うん、うんうん。いいですね。あと小野ちゃんさん、これ喋りたいとかあります？うわ、なんだろう、うん。ガジェット類は好きですかみたいな。アップルウォッチお持ちですかとか、なんか。あ、手放しちゃいました。持ってたんだ。持ってた。はい、ない。僕も今日撮影用に持ってこようと思ったけど忘れたくらいつけるのが身についてない心痛に忘れたくない、うん、なんか、はい、あんまりいらなかったなって思ってやめちゃいましたね。あ、なんか使って逆に言うと、うん、これ使ってるみたいな愛用ガジェット、ちなみにスマホの裏添えなんですか。モフト、モフトだ、確かにちょっとそこら辺見たい。モフト、ちょっとカメラマンしよう。あ、はい、あんまりでもガジェットこだわりないかも、ない方かもしれないです。なるほどなるほど、うん、なんか鍵も手動ですし、はい、なんか一応そうですねじゃあそう、小野ちゃんさんが普段持ち歩いてるもの聞いてもいいですか。あ、はい、まず一つそれ、スマホが、うん、ちょっとあんまこう開けれないけど、そうですね、個人情報をすると面倒くさいから紹介するとこんな感じで、ここにクレカとこれですね、モフトっていう、まあ、ミニマリストの定番アイテムみたいになってますけど、うん、マグセーフでペタッと貼り付くようなものを使って、まあ、ここに多分カードとお札入れてます。そうです、お札とカードと、お札が実はなんか磁気不良あれシートをした方がいいらしい。あ、そうですね、磁気してます。いや僕してないです、もう壊れる前提で使ってます。あ、そうなんですね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、僕もこういうスマホ裏に、ね、カードとお互いに持ち物見せ合うみたいな、ここに鍵とこんな感じ。あ、これか、この間の。ここにお札1万円札折って入れて、一緒だ1万円札、はい、とあとこれカード入れてみたいな、うん、って感じ。この3点セットですね。小野ちゃんさんもそんな感じですよね。鍵はない、ほぼ一緒ですね、はい、うんうん、財布はあります。他財布持ってますよ、見せたみたい。まあ、多分普段したことない、多分街歩きするときは多分こういうのに足りるんだろうけど、はい、そうですね、なんか旅行に行くとか現金使えない場所に行くときの財布みたいな。私結構あれかもしれないです。はい、あ、カバンの中身チェック。そうです、ちょっと鍵隠しとこう一応。そうですね、うん、映るものは生配信だと、そうなんですよ、アーカブ消すしかないみたいな。そう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 、そう、これ無印のですもん。ちょっと遠目に撮っときますけど、うん、っていうので無印です。無印、無印良品の、うん、あ、これ、はい、無印良品のトラベル財布みたいな、ここに小銭が見えるようになっててめっちゃちっちゃいですね。そ
ていう、ちょっと中身若干見ますね、うん、まあ、ここを開けるとここにお札とカード免許証、身分証とか、あとここにちょっと頭だけこうやって鍵が入ってたりとか、はい、うん、カバンの中身チェック。そうそう、いやー、なんだ、あんまりこうなんだろうな、うん、ぽい、はい、ちょっとあんま汚いっすよ、はい、汚いっすよ。今日はこれ特にあのカバンの中見せてっていうのは事前に言ってなかったんで、抜き打ちなんですけど、完全。そうあとはエアポッツか、これはもう絶対持ち歩くのはこれですよね、はい、エアポッツないと死ぬ。僕もエアポッツ持ってますけど、はい、まあ、歩きながら、はい、なんか違う、そう、これとなんだろうな、この辺ですよね、うんうん、寒いんで、はい、手袋冬の手袋と、これですね、はい、こっちはこれは子供と出かけるときに持っているっていう感じ、あ、ハンカチよ、ハンカチでしょ、これは子供と出かけるときに持っていくやつか、うんうん、なんか充電器、ハンドクリーム、薬、うん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 、これはもらった、これなんですか、ウェットティッシュただのウェットティッシュもらった、入れてるだけ、ありがとうございます。そうで、これは今だけだな、冬はこれでしょ、これは今だけでしょ、だからこの辺は割といつも持ってるか、うんうん、ごちゃごちゃするときはこれまとめてるっていうだけで、こっちは今だけ、こっちはデフォかな、以上、そんなもんかなっていう感じで、まあ、特にですかね、そうですね、写して NG のものないんで、うんうん、まあ、冬の必需アイテムと。そう、でもなんかここら辺だけだと、近所歩くだけだったらここら辺でこと足りそうな、うん、ポケット入りそうな感じの、これはねえか、化粧してる時だけだな、うんうん、とか、うん、こんな感じですね、辺だけですね。でカバンはそれどこのカバンですか。あ、 MM6、 MM6、 そう、なんかマルジェラの、はい、なんて言うんですっけ、セカンドラインみたいな、なんて言うんですっけ、そういうやつです。セカンドラインになってるんですか、ね、まあ、でもマルジェラ系列ってことですね。そう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 、まあ、もともとこの形のカバンってマルジェラが有名ですけど、そう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 、ね、こっちは安いんですよ、メッシュで。これ大と小持ってます、好きで、本当に大好きなんだ。しかもメッシュ素材なんで軽い、洗える、そうそうそう、洗える、軽い。しかもやっぱミニマリストの方は軽いとか洗えるとかは結構重視してますけど、うん、超大事。これがちゃんとマルジェラのラインからそういう機能性の高いカバンが出てるって。そう、まあ、基本レザーとかなんかそっちですもんね、っていうのでこんな感じですね、うん、素晴らしい、身軽、はい、っていう感じですね、うん、特に何もないないいじゃないですか、ちゃんと身軽な感じで、うん、軽いは正義。ちなみにお昼時ですけど、普段ご飯はどんな感じですか。あ、ご飯は朝はバナナかヨーグルト、はいはい、バナナとヨーグルト、どっちかを食べることが多くて、はい、昼は軽くうん、うん、夜は普通みたいな、超小食です。さっきヨーグルトありましたもんね。ヨーグルト今日はないけど、なかったないかと、うん、はい、普段はなんか軽いです、かなり食べれないです、あんまり量。朝食ですね。朝食です。ちょっと待ってくださいね、小野ちゃんさんが恥になってるから、うん、もう作りますね、はい、基本ご飯、うんうん、っていう感じでちょうど2時間くらい、2時になりました。ぴったり、はい、まあなんかぼちぼち時間も良くなってきたんで、なんかまあ締めに入ってもいいですけど、うん、なんかコメント大丈夫ですか、あとこれ返しときたいとか、これは言っときたいみたいな、めっちゃあるからね、うんうん、パジャマあるって聞かれてるってパジャマありますよ、はい、はい、ある。私は今洗濯してる、でも洗濯に入れてるけど、洗濯機回しっぱなし、うんうん、パジャマはある。子供はでもなくて、あれなんかズボン、はい、パジャマ買ってたんですよ、子供って、はい、うん、そしたら上しか着てくんないんですよ、
冬でも、はい、ヒートテックの上にパジャマシャツシャツズボンみたいなの買ってたのに、うんうん、絶対ズボンしか履いてくれない、着ないよって言っても、はい、いやみたいな感じで着てくんないじゃんってなって、じゃあ、はい、こっちもヒートテックで寝る、あ、ごめんなさいごめんなさい、はい、ヒートテックで寝ちゃうから、じゃあズボンだけでいいじゃん、え、ズボンだけだったらもうパジャマじゃなくて普通のでよくないってなって、はい、そのまま翌日着るズボンを履いている。あー、ズボン、うん、パジャマ用のズボンじゃない、あー、じゃあなんか学校とか街に出かける用のズボンとパジャマ一緒ってことですか。そう、じゃあそれいいか、そういう素材なんだ。ストレッチ、ストレッチ性のあるやつ買ってるから履きやすいです。パジャマと普段着が兼用みたいな、うんうんうん、なるほど。 AirPods 黒もあるんですね、とあれカバーしてますね。あ、カバーしてます。黒いレザーのカバーをつけてるっていう、うん、そう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 、うんうん、壊しますから私。あちゃんとガードしてる、壊しますから、うん、すぐ壊す、うん、っていう感じかな、うん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 、じゃあぼちぼち、すごい1000人なんか1000人見てますねこの時間帯に。やばいですね、すごい初めて見た、すごい。僕も昼の時間帯で1000人を初めて見たかも。すごい、確かに、やった、素晴らしい。皆さんお昼に見てくれてありがとうございます。まあ、これアーカイブ残してるので、まあ、途中から見たよって方もまた見返してみてください、うん、で、まあ、引き続きあの概要欄のところに小野ちゃんさんの YouTube チャンネル貼ってあるので、まあ、もっと小野ちゃんさんのことを知りたいとか、まあ、子育て目線でもっとミニマリストの情報を知りたいという方は小野ちゃんさんの YouTube チャンネル、はい、あ、今日控えめですけど割と毒です。あ、確かに多分今日ねよそ行きなんですよね。そりゃそうですよ、そうですね、無意識にやってましたわ。小野ちゃんさん結構ねカメラ回ってないってことは結構毒舌、僕ら結構割とズバズバ言うタイプのところは似てる。ああそうですよね、いや言ってほしい私にも黒い服着てるやつらってなんか攻撃性高いんかな、はっきり言いたくなっちゃう、 はっきり言うタイプですよね、うん、僕たち言いたい、はい、うん、なのでちょっと、うん、そうそう、いやちょっと忘れてたな、はい、そんなんなんでちょっと免疫がない方はすいませんって感じですけどごめんなさいって感じだけど、ね、まあ、それとかも含めて、はい、スノー小野ちゃんさんが概要欄の YouTube チャンネルから見れるんで、ぜひ見てみてください。お願いします、はい、という感じで素敵な新居にまたお呼びいただいてありがとうございました。ありがとうございます、お越しいただいてあと小野ちゃんさんと仲良くなりたい人は多分そういうコミュニティもあると思うんで、そうそうそう、もう友達みたいになってるんで本当に友達みたいになってるんで、なんで今日放送来ないんだよみたいな言ってます、はい、なんでお便りしてこないんだよって言って本当に求めてる、はい、言ってる。ぜひ、じゃあ最後お二人がカプリコ持ってるとこ見たいとかあったんでどういうこと、ここにありますもんね、うん、僕がそっち持っていきましょうかすごいねカプリコだから今日のために我慢してたんです、食べるの、はい、そうそう、今日のためにそう並べ、なんか映えるかなと思あったら、ああなるほど、完品ですもんね。そう、この並びがこのね刺すやつついてるの、これ見せたいわと思ってここまでこのまましときました。駄菓子屋さんだね。じゃあ放送終わったら食べるかもすごいカプリコが宣伝みたいになってるけど、サムネタイム言ってるカプリコさんスポンサーお待ちしてます、ぜひ、はいじゃあ皆さんお昼にご視聴いただきありがとうございました、はい、ありがとうございました。ではでは、どっから終わるんだっけ。